再建者集会の集会が終わります。要は、みんなで作るんですよ。このね、再建者集会というのを。お前にありますよ。あ、声小さく、小さく喋ってます。声小さい。はい。髪、うん、染めたよ、茶色似合うでしょ、うん、ブラウンアッシュに染めました、46歳ありがとうございます。でもうね、まあ、ちょっとは違うんですよ、弁護士の先生とか債権者の方がいるんで、ちょっとすいませんが、やっております。彼が来ています。こんにちは。あのニコニコ生放送に引退したってどこの情報ですか？いや、でも、アンチが結構めんどくさかったんで、うんうん、本当にやめちゃうの？まあ、ちょっとおとなしくしようかなと思って。ああ、そうなんだ。怒られても困るんで。まあね、でもね、はもう一回ここの配信の世界に足を踏み込んだ以上はずっとロットタトゥーで残るわけ。そうですね。だからよく、まあ今ちょっと休んでるんだけど、ひどいな、そのアンチもね、職の特定するの。厚み強しね。じゃあ、ですね、ちょっとあと5分ぐらいで、今回ちょっと僕はね、あんまり喋らずに、そのどうなるかという、我々の給料の部分もかかってるんで、お金の部分にね、破産宣告された、破産宣告になっちゃったんで、その破産のね、宣告、破産して、その債権をどうするかということをですね、今日、話した。あと2分30秒でこれ始めていいですか？はい、いいです。今、最初に絵だけましたから、はい、これ何、これスタートしたら音がいい。100万円かかる。じゃあ、最初に今寄付って何ですか？設立説明会を始めさせていただきます。
すいません、債務者委員会になってもこれ。債権者の方です。基本的には私が議長として今回話を進めさせていただきますが、隣に座っているのは、今回債権者委員会の委員長に就任していただきます広井正樹さんです。またそれぞれ委員の説明紹介は私の方からさせていただきますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずこの会議の冒頭に先立ちまして、債権者委員会の、設立趣旨を、ご説明させていただきたいと思います。ただいまみんなで作る党はですね、東京地裁の民事20部から、破産手続きの開始決定というものを受けまして、3月14日ですね、今年の3月14日開始決定を受けまして、現在破産管財人の森俊明先生が破産管財業務を、やられております。でもうすでに債権者の皆様は森先生の方に債権届で提出をされているかと思います。で現在、皆さんの債権というのは破産管財人によって調査をされて、それがきちんと満額認めて配当してもらえる対象の債権になるのか、また一部の債権者の方については場合によってはちょっと認めることができないというような形で異議が出される可能性がありますけれども、そういったまずは債権の確定業務ですねを森先生の方がやられていると。と同時に、次4月16日に、法廷の債権者集会というのがあります。これは東京地裁で行われる債権者集会ですけれども、その時に森先生の方からこの事件の財産のその管轄状況であるとか、どういった財産があったのか、そういったことについてご報告がされると思います。そういうような形で、まずこの破産事件というのは東京地方裁判所がまず主催し、破産管財人が、裁判所の、事実上代理人のような形でですね、この業務というのは進んでいます。で今回なぜ債権者委員会を作ることを決めたかといいますと、これほとんどの破産事件で債権者委員会というのは作られないんですね。ほとんどが管財人が、自ら考え自ら決裁し、裁判所の許可のもとにこの管財業務とは行われてくるんですけれども、今回この破産事件というのは債権者が申し立てたという極めて特殊的な事情があります。なので本来であれば協力すべき債務者、破産者である、みんなで作る党の代表者大津彩香さんであるとか、豊田健二先生が自ら自分で資料を出してその破産を申告する手続きになるんですけれども、今回債権者がやっているのでそういった協力が全く得られていない状況ですね。全くっていうのはちょっと語弊がありますね。ちょっと我々にはわからない状況と、果たして協力しているのかしていないのか、それすらも現時点では分かってないと。そういう中で政党のお金がどこへ行ったのかというのはやはり破産管財人とはいえ神様じゃないので分からないと。そういう中で債権者の方たちが積極的に協力をして、でそれで自らですね、破産管財人にこういうようなところに資産が隠されている可能性がありますよとか、債権者の方の意思としてはこういうところをしっかり調査してほしいということを破産管財人に意見を申し上げると。でこれは管財人に言うことを聞かせるとかそういった権限があるわけではありません。あくまでも破産管財人は自ら考えて管理処分権を行使するので、場合によっては債権者委員会の意見とは違うことが今後行うということだって十分考えられるんですけれども、我々債権者の、利益のために動いていく。でこれは破産管財人も一緒なんですね。前森先生とお話しした時に森先生もおっしゃってました。私は総債権者の代理人として債権者の利益のために動く管財人ですとおっしゃっていたので、なので破産管財人の業務
を補助、サポート、支援するのがこの債権者委員会であるということを皆さんぜひご理解いただければなと思います。とりあえず債権者委員会の設立趣旨、目的というのはそういうところに なります。次にですね、債権者委員会というのは債権者が約300名、400名いらっしゃるんですけれども、さすがに毎回毎回300名、400名の意見を聞いているわけにいかないんですね。なので、破産法に要件として書かれておりまして、総債権者の利益のために活動する、委員組織であって、総債権者数の過半数以上、過半数の同意がある場合に裁判所が申し立てを許可する、我々の方から申し立て破産手続きに参加させてほしいと、意見を言わせてほしいということを申請して、裁判所がいいですよと許可をしていただけることを前提に、この破産手続きに関与することが認められます。ただ委員会としては今ここでもう作りましたので、一応議員の組織としては委員会はあります。ただ今後、破産手続きに関与できるかどうかというのは、総債権者の方の過半数の同意が得られるかどうか、またその上で裁判所の許可が得られるかどうかという前提の要件が必要となってきますので、まずそれをご理解いただきたいなと思います。債権者委員の、メンバーについて、ご説明します。次の、方たちを債権者委員として選任し、9名おります。この9名で、皆様の債権者の利益を図るために今後活動していきたいと。委員長として、先ほどご紹介いたしました、広井正樹さん、大阪府高槻市にご在住の、貸金債権を持っている、単純に生徒にお金を貸したという債権者になります。次に、幹事として私村岡哲也がやらせていただきます。事務所の住所ですけど東京都港区在住、私は生徒に対して、売掛債権ですね、奥さんが、就任する前の分になりますけれども、生徒に対して売掛債権、弁護士保守の売掛債権がある債権者になります。次に委員3人目として、事務局をやってもらいます相原美香さん、東京都港区在住で、政党に対して貸金を、有している債権者になります。次に委員4人目として宮城総一さん、千葉県の四街道市に、ご在住の、貸金債権と売掛債権を持っている債権者の方になります。委員5人目として篠原和夫さん、埼玉県川越市にご在住の貸金債権を、お持ちの方になります。委員6人目として、竹本誠さん、東京都練馬区在住の貸金債権者の方になります。委員7人目として、三宅則明さん、神奈川県海老名市在住の、貸金債権者の方になります。委員8人目として古谷隆さん、東京都豊島区在住の売掛債権者になります。社会保険労務士で政党の社会保険労務をやってくださっている方ですね。財務指揮士です。あ、はい、ごめんなさい。法人のですね、豊島区ですが、はい、私は財務の財務保険指揮士です。はい、ありがとうございます。だそうです。で、次に委員9人目として、唯一法人の委員になります。ネット選挙株式会社、代表取締役は松田渉さんですね。ネット選挙は皆さんご存知の通り、大津彩香さん法人に対して発作代行を請求している債権者になります。今回のこれが以上の委員なんですけれども、総債権者の利益を図るためにという要件がありますので、なるべく貸金債権者、売掛金債権者、平等に混ぜるような形で、債権種別に混ぜられないようにしてあります。でただですね、この事件は結局総債権者利益って何かというか配当を増やすことなんですね。なのでとにかく我々の債権者委員会の思いとしては、大津さんや松浦先生が受け取っている 1.6 億円のお金をなるべく多く回収してほしいというところに尽きるかなと思いますので、債権者委員会としてはそのことを強く調査、報告を求めていくことになろうかと思います。
じゃあここでですね、ちょっと簡単に院長の広井さんから一言ご挨拶いただきたいと思います。広井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、債権者の一人でして、先日村岡先生からですね、債権者委員会の設立の趣旨というものをご連絡いただきまして、広井さん、あなたが債権者委員長として動いてくれないかということで、了解しましたとお受けさせていただきました。まずですね、このような債権者委員会の設立、ここまでこの状況まで持ってくる間にですね、多くの方のご尽力がありまして、この債権者委員会というものが債権者の利益を保護するための活動をしていくという場になるということです。まずこの多くの方のご尽力にまず感謝したいということ、まず債権者の方、今日本日お忙しい中お越しいただいた債権者の方、そしてこの第2中継でご覧いただいている債権者の方にまず感謝申し上げたいと思います。そしてですね、非常に大変でしたねというこの債権者としての思いがまずあって、またここから始まっていることだと思いますが、ぜひ、ね、お力をお貸しいただきたいと思います。そして2番目ですね、相原さん、そして丸山副党首はじめですね、 NHK 党の関係者の方々が普段の業務とは別にですね、この債権者委員会の設立のためのたくさんの巨大な労力を払っていただいたそのことに関する対応です。そして丸山副党首におかれましてはですね、村岡先生と共通されたですね、NHK と選択していく法的な難しい判断があると思うんですけれども、その深いその法律面での知識をもとに決断を下してくださっている、それは本当に貢献者の権利を保護するものであって、力強いものを持ってさせていただいています。本当にありがとうございます。そして村岡先生、債権者の利益を守るためにいつも相談に私相談をしていただいて、今破産手続きの状況をこんなにつぶさんに報告していただいている村岡先生の力がなければ、私たちはどうなるのか、債権者としては途方に暮れるばかりで、このような多くの方々のお力をお借りして、債権者の権利が保護されている、そういう状況になっていると思います。まずこの方々に対する感謝を込めさせていただきます。そして最後にですね、この債権者委員会というものは、これまでバラバラに存在していた債権者の力を結集する象徴になるという理解でよろしいと思うんですね。この結集した力を、使って非常に強敵である、債務を履行しようとしないみんなで作る党の代表者に対し強い力で働きかけていくという活動が始まる、その最初のこの会議であるという位置づけだと認識しています。ぜひ債権者の方々にお力をいただいて、この債権者委員会まず設立の壁を越える必要があるということだと思うんですけれども、その賛同ご清聴いただきありがとうございました。広井さん、ありがとうございました。まあ、本当に広井さんとはこの事件をですね、ずっと一緒にやらせていただいて、まあ、皆さんご存知の通り、広井さんは党に対する最大債権者であり、会社総会から始まってですね、千葉県でやっていた貸金返還請求訴訟であるとか、この破産事件の破産債権者としての申し立ての申し立て権者になっていただいて、まあ、これまでその党に対する多大なる貢献いただきながらも、この事件でも逆に広井さんがいてくださったからできてきたことが非常にあります。資金的な面でもご提供いただいたりとかですね、
そういった意味では、私は今、村田弁護士の、力があったからって言われたんですけれども、むしろ広井さんにもこうやってお力添えいただいたので、今日こうやって皆さんのために債権者委員会というものを作れたということで、私から広井さんにも感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。次に、会の、設立の目的というか活動方針について、ちょっと説明させていただきます。まず、皆さん昨年の3月29日に遡って考えていただきたいんですけれども、当時ですね、党は政党交付金を得られるという前提で、皆さんの約11億円の債権というのは、今後5年間にわたってきちんと返済されるという状況でした。でしかし大津さんや黒川敦彦氏が違法な政治資金パーティーを開こうということで、立花さんに咎められ、でそこから債権者の一部の方が心配であると、もう今すぐ私たちの債権を返してほしいという動きになり、3月29日の時点で党は、返してほしいという債権者の支払いに応じられない、これどういう状況かといいますと、支払い不能という状況になります。支払い不能というのは、継続的に自分の、追っている債務に対して、支払えない状況、いわゆる破産状態というものに陥るんですね。そうなった中で大津さんのこの代表権騒動というのは今日まで来たということを皆さんまず第一に考えていただきたいと。で3月29日に遡ればですね、11億円の政党交付金というのは何の問題もなく入ってくる予定でした。で当時、私もいろいろと事件やらせていただく中で、皆さんのこの債権は、十分弁済できるだろうというところからスタートしていたんですけれども、その政党交付金、まずりそな銀行に、入金されていたものがですね、ちょっとその仮差し押さえの関係で約8000万円がどうやら大津さんや豊田先生の手元に渡ってしまったらしいと。その後、ただりそな銀行の口座に、10月分の政党交付金というのは入金されていました。なのでりそな銀行に対して大津さんや豊田先生が預金を返せといった裁判をやったことからも分かるように、政党交付金というのはりそな銀行にロックされた状態だったんですね。その7月の仮差し押さえ以外のものは。で昨年の12月年末になるんですけれども、私、立花さん、斉藤議員ですね、3人でその話し合ってた時に、ちょうどりそな銀行の年末のその預金の残高というものが届いたんですけれども、その口座に本来入金されてるべきだった12月分の政党交付金が入金されてないことが口座残高から分かりました。で入金されてないということはすぐに分かるのは、総務省が現金で渡すということはないので、おそらくその間に口座の振込先が変更されたんだと思います。で直ちに総務省にもその支払い その別の口座にしたというところは確認できたんですけれども、当然総務省の方はそれ以上の情報を教えてくれないの でそれで年が明け、令和6年の年明けになって、いよいよその斉藤議員がこういうふうな形で口座を債権者のために保全される約束だったものが移されたと、もう資金隠しと思われるような行動を取られた中で、もういよいよその現経営者陣 その債権者を害する意図というのが明らかになっていく中で、斉藤議員としてはもうこれ以上私はこの政党に所属できないというご判断をされて、それはそれで私は当然やむを得なかったんだろうなと思います。今こうして黒川さんが逮捕されている中でも、私も政治的に政治家がこう違法な活動する人間たちと一緒に政党活動するわけにはいかないので、その1月の斉藤さんの判断があったことによって、また大津さんがその資金を明らかにしないことによって、令和6年度の政党交付金が入ってないこと、入ってこないことになりました。その時点で、政党は11億本来入金されなきゃいけないのが8億円で、いよいよその11億円の債権が、令和6年の1月になって満額入ってこないということになったので、
まあ、もろもろ私が広井さんや、債権者の方たちの一部の債権者の方たちと話し合って、もはやこのまま続けてるとどん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 戦闘資産が食い潰されてしまうということで苦渋の決断ではあったんですけれども、この破産債権債権者申し立てによる破産手続きに至ったということに、なります。で、まず戦闘交付金は今年はもう入ってこないのは確定してます。で、またですね、大津さんが代表を変えない限り、変わらない限りは来年度以降の戦闘交付金も残念ながら入ってこない状況です。ただし彼女がまあ代表を辞任して、改めてその別の人間が政党国会議員が1人所属する形になれば、来年度以降の政党交付金入ってくるんですけれども、申し訳ありません、これは政治的な話なので、我々債権者の力で強制的にそれを回復されるとさせることはできません。これはまず皆さんちょっと大変申し訳ないんですけれども、ご理解いただきたい。ただですね、我々は大津さんが辞任してもらえれば、ちゃんと元の政党活動が回復できるんだったら、そこのお金だって回収できる可能性は当然ありますし、その可能性を捨てちゃいけないと私は考えています。で、ただこれは破産管財人に求めるものでもなく、まあ、今後交渉によって彼らに対して要求をしていくということになるので、今回の債権者委員会の活動目的として、まあ、その大津さんに辞任を強要するとかですね、強制するとか、破産管財人に辞任させてもらうとかっていう言葉が一部で出るんですけど、それは残念ながら法的な権利としては認められてないので、そこだけはご理解いただきたいなと思います。で、そうする中で、じゃあ何をするのかということなんですけれども、まず去年の入ってきた 3.3 億円の政党交付金、これをしっかり回収するというのが大事になります。で、ただそのうちの 1.7 億円ですけど、2ヶ月分の政党交付金はもうすでに破産管財人によって回収されています。なので、これはもう皆さんご安心いただいて大丈夫です。管財人 の、 手元にありますので、これが毀損することはないです。ただ一部従業員の支払いであるとか、管財人の報酬であるとか、破産法上認められる経費はそこから引かれるので、まあ、満額ではないですけど、そこは獲得されます。じゃあ何が問題かというと、もう皆さんご存知の通り、昨年の2ヶ月分の 1.6 億円の政党交付金で、これが今どこにあるのかっていうのが、この破産事件最大のテーマになってくるんですね。で、もしかしたらですけど、もう完全に、大津さんたちの方から引き渡されている可能性もゼロじゃないので、私はこの場で引き渡されておりませんと申し上げません。これから調査していくことです。これはで、破産事件が進んでいけば、私は素直に豊田健二弁護士の考え方からすれば、まあ、返すだろうなと思ってたんですけれども、私はこれまでこの 1.6 億がどこにあるんだと、渡されてないんじゃないかっていうことをところどころで言ってきたんですけれども、もし渡したんであれば、豊田さんや大津さんから反論は出てきたと思うんですね。村岡何言ってんだろう、俺たちはもう関西人に1.6億返してるんだって、多分絶対クレームメイスの反論が来ると思うんですけど、現時点で来ていないと。で、できれば今日大津さんと豊田先生にも5月17日付でこの集会参加してほしいということを言ったんですけれども、やはり今日来られていないと。で、やはり来てないということが一つの回答なんだろうなと私は考えています。やはりここに来て、自分たちが受け取った 1.6 億円がいつ誰に対してどういう名目でそれが支払われているのか、そこを明らかにしていく中で、これは破産法上認められる支出なのかどうか、それもきちんと、調べて、債権者のために回収しなければいけないお金であるならば回収していこうと、この 1.6 億円の調査、報告を求めて、まず目標は7月16日に行われる債権者集会ですね。その時に、ある程度の事実関係は関西人から報告を受けていると思うので、それも合わせて債権者委員会の方から報告ができる機会があれば報告して、またその債権者の皆さんからのそこに対する意見ももらっていこうと、その 1.6 億は逃さず回収できる環境を作ろうというのが、まず何よりもこの債権者委員会で、やっていく活動の一つになります。
あとはですね、債権者委員会はこれから2週間に1回程度、会議を設けていろんなことを議論していこうと思います。でこの債権者のためになるような調査活動があればしていきますし、債権者のために意見を言うべき機会があればそれは関西人に言っていこうと思っています。まあ、そういう活動もしていきますので、まあ、基本的には冒頭申し上げた通り関西人の補助サポートをすると。でまた皆さんにご協力願いたいのはいろんな情報が今後ネット上で散見されたりとかですね、いろんな新しい情報が出てくることになるかと思うので、そういう新しい情報があったら皆さんぜひそのネット上でこういう情報があるらしいということを示していただければ我々の耳にも入るでしょうから、そういう形でご協力いただけたら嬉しいかなと思います。とりあえずここまでで1回ご質問を受け付けようと思います。で今日前半部分公開にするというご案内させていただいてるんですけれども、名前は言っていただかなくて結構です、質問していただくのに。で非公開の場じゃないと自分は質問できないという方いらっしゃいますか、この債権者の方で。でもしいらっしゃらないんであれば別に名前言っていただく必要ありませんので、今回非公開にせずにそのまま最後まで公開でやらせていただこうと思います。でここまでで何かご質問あればちょっとお伺いしますけれども、手続きのこととか会の設立の目的とかですね、何かご意見あればお伺いしますけど、ありますでしょうか。ないですかね。あ、そうか、はい。債権者委員会のことなんですが、この党の、民族の債務っていうのはほとんど貸付債務じゃないですか。で債権者委員会っていうのは、関西人によって例えば不動産だったりするものの価値が低いっていうものをこう意見するっていうのに使われるっていうのを私は聞いたんですけど、過去の貸付の金の債なんで、そこを裁判所に認められるんですか。どういうご質問でありますか。まず政党は不動産持ってないそうです。だから不動産ほぼ債はほぼ貸付金で 9割以上は負債っていうのは、債権者が持っている債権の種目がほぼ貸付金で、ね、で例えば100万円貸してても101万円には絶対にならないわけじゃないですか。はい、絶対にならないわけじゃないですか。で不動産、例えば不動産だったら関西人によって評価が、低く見積もられているってなった時に、いや俺はもうちょっと評価あるぐらいあるだろうっていうふうに言うのが債権者委員の目的と私は認識してるんですが、はい、分かりました。分かりました。なんで今私が申し上げた、1.6 億円っていうお金は、政党が、大津さんや豊田さんに持っている不当利得返還請求権というものになろうかなと思います。今彼らの手元に、渡ってるかどうかちょっとごめんなさいね、前提としてあるかどうかそこもあれですけど、まだ未定ですけど、渡ってるという前提で考えると、党としてはそのあなたのところに渡ったお金返してくださいということになるんですよ、破産管財人は。で破産管財人はそれを回収するかどうかっていうことから含めて裁量権があるんですね。この人視力ないから、じゃあ1000万円で勘弁してあげますって和解するのも関西人の裁量としてあるんですよ。だから今のご質問からすると、マックス1億6600万円相当あるであろうその不当利得返還請求権をきちんと回収してほしい、それを意見として言っていくのが債権者委員会の役目です。だからそれが1億6000円もスッと返ってきてますよっていうんであれば、もしかしたら当然この債権者委員会設立必要ないかもしれないですけど、それで1億6000円本当にスッと返ってきてんだったら、特に確かにやることないかなとは思います。わかりました。ちょっと別であるんですけど、それは後の方がいいんですかね。それともそうですね、ちょっと後の方にしましょう。はい、はい、すいません。じゃあ他の方、はい、ご質問。
認識が全然違ってるのかなと思うんですが、あの1年ぐらい前にやはり僕で債権者集会ですかね、あれがあって、それ以来なんですけれども、であの時、まあ、立花さんが説明していただいた、ちょっと私の認識だけ申し上げると、皆さん債権者の全部の金額11億ぐらいなんでしたっけ。でそれが、今のところはこの何年か政党交付金が5年ぐらい先までもらえるから12億ぐらいになるんで、プラスマイナスすればちゃんと返せますよと。ただまあいろんな経費とかもあるからその分は減るかもしれないけど、9割ぐらい大丈夫かっていうお話 でなおかつその後いろいろ手続きしていただいて、引き出せないように凍結しているというふうに私は認識していたんですけれども、で今日お話聞いたらば、早く 1.7 億円は関財人が回収したからこれはきっちり回収できてるけど、他のものは全然わかんないよっていうふうに言われたのかなというふうに今自分は認識しているんですが、今だったらそういう状態というふうに考えてよろしいでしょうか。ですね、関財人はそれをあの情報として隠しているということはまずないです。あの関財人は一人一人の債権者にその詳細に答える義務がないっていう状況だったんですね、今までだと。だから一応私も質問はしたんですけど、それは明確には答えていただけなかった。ただ別に隠したいとかそういうわけではなくて、あの、まあ、彼らが全く反抗的な態度を取っているわけでもないですよというニュアンスの回答をその当時いただいたんですね。今から2ヶ月ぐらいかな。でもただそういう中でこの 1.6 億はしっかりとあのどうなっているのかこと細かにその報告は受けなければいけないなと思ったので、それをちゃんと組織として聞けるのは債権者委員会なんですよ。ちゃんと法律で意見を調査報告をすると求めることができると書かれているので、まあごめんなさい、ちょっと私の説明がした方が悪かったのが、まあ 1.7 億は、はい、まあ、確保されてるだろうけども、はい、他のものは分かんないよっていう状態なんでしょうかということをまずお聞きしたんです。はい、そうです。だからそれが、まあ、1年前立花さんが言われる時では、まあ、9割ぐらいが戻るよというのが、逆に1割しか戻んない今確保できてないよっていうことになるわけですよね。この差はどこに、ちょっと私知識がないんで分かんないんだけど、あの冒頭にご説明した通り、ですね、まあ、今回代表権裁判がずっと起こってるわけじゃないですか。で、あのちょっと申し訳ない、私がその代表権裁判で敗訴してしまっていることも大きく気にするんですけれども、もし斉藤さんが代表者に座っている状態であれば、今回破産に至ることも皆さんの配当、皆さんに対する弁済額が1割以上減るということはまず起こらなかったと思います。そのまま政党交付金は受領できたはずなので、なので直接的な原因は何かというと、大津さんが代表者で居続け、かつ、大津さんが債権者に対してきちんとした返済計画を示さないことが原因だと債権者の一般的な理解としては持ってはいいと思います。あの大津さんネットでは言ってるんですよね、私が債権者のために一番考えてますとか、私が、まあ、中心になって返済計画をちゃんと皆さんにご提示しますみたいなことは言い方としてしてましたよね。でもされてないじゃないですか。私がもし豊田先生の立場であるならば、この破産を逃れたいと思えば、直ちに債権者の方たちに返済計画案を示して、皆さんにこういうふうにお返ししますと、で実際に手元にある 3.3 億円のお金はまず皆さんにこの 20% 30% 配当しますよってことはやっただろうなと思うんですよ。だからそれをやってないってことが一番問題ですし、それをやってないから、まあ、こうやって斉藤さんが離れてしまったっていうことですよね。ごめんなさい、ちょっとまた私と話がちょっと それたというふうに私は思ってるんですが、要するに、まあ、1年前立花さんが言ったのは9割はまず大丈夫だって言ってるのが、逆に1割しか今のところ、まあ、確保だけであって、それがどの辺まで確保されるかって分かりませんけども、このギャップっていうのがあまりにもひどくて、私はなんでこうなっちゃったのって、
素朴な疑問なんですけども、それに対する答えには今はすいませんなってないというふうに私は思ったんですが、そうでしょ、まあ、だから大体のお金は凍結したっていうふうに私は認識1年前にしたわけですね。だけども結果的に今凍結できてないよっていうのが現実ですよね。でこの間に何かまあいろいろ やっていただいてたらよく分かるんですけども、結果として何か見落としがあってうまく大津さん前にやめてしまったって大変だけども、そんなことがあるのかなって、まあ、私全然法律のことは何も分かんないんですけど、ただこのギャップが申し上げると今の説明では私は全然理解ができません。はい、はい、どうぞ。疑問というのは債権者自身もやはり感じていることだと思うんですけれども、まあ、細かく計算できますよね。立花さんがこの政党を作り票を得て、その権利として政党交付金を受け取れると、その枠組みので受け取れる総額が11億円程度で、それが、まあ、債権の返済の原資になると。それがその担保がある。説明してもいいですか。じゃあ前原さんお願いします。前回その3月29日のことをおっしゃってると思うんですけど、3月29日のことを多分おっしゃってると思うんですけど、昨年のその当時はそのまあ斉藤君、まあ、斉藤議員に代表権を戻していただければ政党助成金が今後も未来に入ってくるので。まあ、その、まあ、政党交付金で9割方入ってくるっていうお話だったと思うんですね。ただそれが大津さんが、まあ、代表権を、まあ、裁判も含めちょっと廃止をしてしまったので今持っていて、で今年政党交付金が入ってこないっていう理由で9割から1割になってしまったのかなと私は考えています。未来のお金で9割っていう、去年9割ぐらい戻ってくるだろうと言われたのは前提として、まあ、民宿党の方に国政政党が移らないという前提プラス斉藤さんも民宿党から離脱しない限りにおいてはちゃんと9割は戻るよと、はい、だけどもそうじゃなくて政党も NHK と負けちゃったし、なおかつ斉藤さん、浜田さんも抜けたのかな。あ、そうです。交付金が入ってこないっていう。要するに民主党を目指すことイコールお金が入ってこないっていう理解でいいんですか。その返済の原資となる、政党助成金が今入ってくる前提で皆さんにお返しするっていう話だと思います。その前提が2つも崩れちゃったというわけですか。そういうことです、はい、それでは分かります。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとごめんなさい、さすがにそうですね、ちょっと今の立花さんごめんなさいね、本当にまず今回こういう形で皆さんに集まっていただいて、ご心配ご迷惑をおかけしている原因を間違いなく全てというか方法私になるので冒頭をごめんなさいと、すいませんでしたということからなんですが、今のご質問者の件に関しては決定的になったのは今年の1月の17日だったかな、16日だったかな、いわゆるその元々2人の議員が所属するという方向で、僕は前かもやるかな、カメラの質問ですね、はい、方向で進めていたんです。でこれはもう本当に言い訳になるというか、まさか大津彩乃があそこまでひどい人物であると、つまりひどい人物っていうのは要は浜田参議院議員や斉藤健一郎参議院議員が所属しているとですね、犯罪をしている政党の国会議員になってしまう恐れが多分に出てきたということなんです。ここがぜひ皆さん、私もですね、浜田聡はもう昨年末の段階で直接、まあ、昨年の秋ぐらいから大津と話してですね、
大津は11月ぐらいに斉藤君とも話をしてですね、立花が捕まる、相原さんなどもですね一緒に捕まるといわゆる刑事事件があるということを言っていたんですね。で一方今ご存知の通りですね、5月10日昨年5月10日に会見をした大川博士であったり黒川敦彦が立花が逮捕されるといった人物2人がすでに逮捕されていて、大津彩香にも相当の嫌疑がかかっていて、おそらく取り調べの対象になっていると思われると。でこのような政党に国会議員が属すことが少なくとも浜田は無理だということで、そこについては浜田は別の政治団体で行っていいですよと、まあ、行きましょうと、まあ、これは特段債権者の皆さんにそこまでの大きな負担返金のマイナスにならないと。で問題は斉藤健一郎がですね、もちろん当時裁判、まあ、当時も今争っていますけども、彼が抜けると民主党に行かないということになれば、これは票割り、議員割りと票割りの特に票割りの方が大きいので、まあ、年間3億円ぐらいのお金が入ってこないことが、まあ、見込まれたんですけども、今年の3億円はそこでは諦めようと明確にそこで今年のとつけてるんですね。っていうのは3月の判決で十分この代表権が取り返せると考えていましたので、そうすると今年中に衆議院選挙が行われた後、あるいは来年の1月1日以降残りの約5億円ぐらいの政党助成金が取り戻せるというのもありましたので、今年の3億を捨てるということでの判断で、この判断をした時の決定だっていうのがまさに今大津が隠している昨年12月の政党助成金8300万円、これがどこに行ったかわからない、あと昨年の7月の分のこれは明確にも分かってるんですけども、トヨタ弁護士の預かり金口座にいわゆる去年の4回分の2回分が、皆さんのまだ確保できてないという状況なんですが、いわゆる我々が口座の特定ができないとですね、差し押さえができない、仮差しもできないということで、これ以上大津に、危険なお金を渡すわけにはいかないというところでの斉藤議員の、まあ、離脱というところで、今現在、確保できているのが最低でも 1.6 あるいは 1.7、 そこから彼らが隠しているさらに 1.66 ぐらいがですね回収できるかどうかと今状況になっていると。まあ、これが最新の状況になっているということでございます。で、国会議員2人がいるということですので、まあ、今政治団体の私代表してそっちに国会議員を引き抜いているんですけども、まあ、こちらの方でこれから、まあ、今回の東京都知事選挙も30人、まあ、少なくとも22名以上の出す資金ももうすでに集まっておりますので、国政政党民族党の皆さん債権者ではあるんですが、これは法律上の債権者になりますが、私自身はいわゆる道徳的な債権者である、私自身が債務者である、皆さんからお金をお借りしていることについて、ずっと申し上げている通りそこから逃げようという気持ちはないので、私が今現在運営している政治団体 NHK から国民を守る党で、それなりに、まあ、今回の東京都知事選挙でも、まあ、6000万円ほどのお金と、まあ、他に入ってくる人というか他の党から出る人の住人も約9000万円のお金を使ってポスター掲示上の、まあ、実質上の販売とか寄付を募っております。こういったことであるとか、まあ、なんとか国会議員を5人集めるとかという活動もしておりますし、まあ、何よりも来年の参議院選挙で国政政党に復帰するというところでですね、まあ、そうなった時に残りの、まあ、7億8億皆さんからお借りしているものについて、少なくとも利息の 5% ぐらいからまずはお支払いしていく、十分その後も保管金の弁済ができるような財力が出ればですね、返済するというよりも国政政党から皆さんに本来は返済しなきゃいけないものですから、あくまでも我々、政治団体の方から皆さんの方にできれば政治団体を作っていただいて寄付をするという形で、道義的な責任を果たしていきたいということで、かなりご質問者の方のおっしゃるのはもうまさにその通りで、昨年の3月29日で変わったのではなく、今年の1月16か17日に、まあ、斉藤健一郎氏が翼の党への所属党派証明書というのを出さなかったことにより、
まず今年の3億円が消滅しましたと。さらに代表権訴訟3月の21日でしたかね、により、まあ、大津彩香が代表権があるということを裁判所が認めたことにより、来年以降の約4年間の5億円ほどの、まあ、4億円ぐらいですかね、政党助成金が消滅をしているという状況ですので、今皆さんに、まあ、一番皆さんとしてはやはり大津彩香氏が辞任することによりですね、斉藤健一郎あるいは天田聡あるいは別の国会議員でもいいんですけども、誰かが民主党に所属すれば来年以降の4年間で約4億から5億円の政党助成金を受領することができるということになりますので、そういった働きかけはこの債権者委員会でやることは非常に意味があると。説明でおそらくご理解それらしい時に、議員が所属しなかったと。で、それで今年の分がありません。じゃあ来年以降全くないのかというと、また来年大津じゃなく大津さんが代表してでもいいんですが、誰が代表でもいいんですが、国会議員が所属すれば少なくとも、まあ、来年の政党助成金の交付を受けることができるということですので、大津さんはそういった努力はされるべきだと。ただ彼女たちの言い分はですね、政党助成金は、お金いわゆる借入金の借りたお金の弁済に充てれないというようなことをですね言ってきておりまして、それは一旦その別の政治団体に、振り込んでそこから寄付をすれば、あ、もうこれは別に合法な方法でですね、何もマネーロンダリングでも何でもないというか、まあ、いわゆる合法的なマネーロンダリングが正しいのかな、まあ、それすらできないみたいな主張をしているので、それはちょっと違うとは思うんですけども、まあ、いずれにしてもそういう今状況であるというの状況の説明と今後の見通しについて、今ご説明をさせていただいたと、まあ、そういう意味ではちょっと最新情報のところが変わっているんですが、もう一度確認しますが、1月の16日もしくは17日に斉藤議員が所属しなかったことで今年の政党助成金が約3億受け取れなくなった。で、裁判の判決により来年以降の政党助成金も受け取れない見込みになっているということで、約9割というのが今1億数千万ということが 15% から 30% に、 90% が 15% から 30% に見込みが減ったという理由はそういうことになるということで、これでご理解いただけたでしょうか。どうぞ。はい、これ俺が持ってきた。はい、あ、すいません、一応私が今認識したことを一度確認以外で申し上げさせていただくと、まあ、1月に斉藤さんが辞めたことによって、まあ、3.3 億は負けだったと。でもう一つは、まあ、これが私がちょっと認識してなかった一番大きな違いだと思うんですが、結果的に大津さんが代表から2年最後に決まったことによって、まあ、来年以降も今のままではまあ、ここ2つが大きく原因、まあ、去年の間が9割ぐらいは大丈夫だろうと言ったのが、逆にこの2つやったことによって、まあ、現実成功だったという認識をしですね。であとはじゃあこれからどうするのというのは当然話で、そこはまあ来年の参議院に向けて、まあ、NHK 党として議員を増やしていくという中で、まあ、政党公平が将来的に、まあ、議員に復帰できれば回収できるから、そこからまあ少しずつこう返済していく、そんなイメージでよろしいでしょうか。その通りです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫です。債権者の方です。今回の会っていうのはどのぐらいの期間やられるのかなっていうのをちょっと聞きたいところでして、で私としては別に党資金として貸し出ししたので今すぐ返してくれっていうわけではなくて、どちらかというと、まあ、1割今1割っていう段階なんですけど、9割って本来政党であればもらえたお金であって、で、まあ、以前 YouTube で政党って会社の違いで潰れないっていうお話があったと思うので、であれば、まあ、大津さ
さんが代表を続ける限りはこの債権というのはずっと持ち続けるものなんだろうというふうに思っていて、まあ、どちらかというとそちらをしっかり正していただくという活動をしっかりやっていただきたいなと思っていて、まあ、こんなめちゃくちゃにですね何をしたいかわからないような人が代表を続けても取るようなことをするような人には、まあ、しっかり制裁を加えていただきたいなというふうに思っていて、で、まあ、ただ一方でこの債権者委員会というのはどちらかというと犯罪人さんがいらっしゃる限りの意見なので、あとどのぐらいの期間 でその後どうなるのかというのはちょっとお考えというか方針があれば教えていただきたいです。はい、この後ちょっと規約でご説明をさせているところなんですけれども、基本的に債権者委員会というのはこの破産手続きと同時並行的にやるので、当然破産手続きが終了すればそれと同時に、会も消滅するというか解散します。で、今日テーマで話している通り、結局大津さんと豊田先生の手元に渡っている 1.6 億が回収できるかどうかがテーマなので、まあ、これが回収できたところでこの会の目的っていうのはほとんどなくなるだろうなと思います。あとただですね、債権者委員会の方でちょっと関西人に意見言っていきたいのが、いろんなその生徒が持ってる資産の中でちょっとクローズアップされてる、例えば立花さんに対する貸付金ってあるじゃないですか、 3.5 億で、あれは私がこれ弁護士としての一見解として申し上げると、あの 3.5 億っていうのはそもそも収支報告書には乗っかってますけど、結局政党のために全部使われてるんで、逆勘定を切って立花さんが政党に 3.5 億貸したとも評価できるんですよ、お金って。で、結局じゃあ立花さんが 3.5 億自分で受け取って自分で家作ってたら別ですよ。でもあのお金って結局政党に跳ね返ってきて、まあ、ガーシーさんに立候補していただいて選挙の供託金で使って政党交付金に跳ね返ってきてるので、これって破産法上の理屈から言うと財産減らしたとは評価されないんですよ。でかつ立花さんがそれをお金移動させたりしてるのってもう令和5年の3月よりずっと前の話なので、そこの責任を取るような話っていうのは基本的にはすべきでないとかする理由がないんですよね。債権者の皆さんは立花さん その貸付があったから配当減ったわけじゃないんですよ。令和5年の3月29日の時点で配当を受けられたんですよね。それを大津さんが代表の下でなぜ減ってきたのか、その責任を追及していかなきゃいけないと思っているので、一応債権者委員会の方としては立花さんの貸し金については特段の回収必要性ないんじゃないかという意見を出そうとは思っています。で、これは会として言っていこうと思うので、もしですねこの点について立花回収せよと異論があるという方は逆に同意いただかなくて結構です。我々債権者委員会は法律上理由が通らない主張をするつもりはありませんので、立花さんに対する回収はあれは合法的に政党に対して戻ってきてるお金なので回収の必要性なしと考えています。で、これはおそらくですけど裁判になっても立花さん側に立って考えれば、いや何言ってんだと、政党のために使ってるだろうと、総裁勘定を切ってるんだと言って敗訴する可能性十分あると思いますので、まあ、これは私の弁護士としての一意見として申し上げます。まあ、ちょっと付け加えておけばいいでしょうね、はい、そこは、はい、ごめんなさい、まあ、3億8000万ぐらいになってるんですかね、まあ、裁判で大津側が私に個人に主張しているものについて、で、まあ、従前説明している通りですね、ガーシーに対して2億円、これは関西人からは選挙運動費用みたいなことを言われているんですが、そうではなくてもうまさに組織対策費なんですね。ガーシーが運動費用を使ったとかじゃなくて、まあ、彼の別の人物からの借金を私個人、まあ、党から私個人で、私個人が肩代わりをするために使ったお金で、党としてはこれはいわゆる政党に、まあ、特有の組織対策費というですね、まあ、自民党で言えば二階さんが50億円ぐらい組織対策費を使ったようなものになる。これがまず2億円、すぐ分かりやすいものです。で、参議院議員選挙や衆議院選挙、いわゆる国政政党になる前の2019年までに、たくさんのお金を使ってきております。それは特に立花隆一人放送局株式会社の株主さんから出していただいているものであったり、2019年の私が当選した
選挙でたくさんの供託金をお借りするというところで、私個人が借り入れたものについて党から私個人が借りて私に貸してくれた人にお返ししているということなので、もうめちゃくちゃその辺は明確なんですけども、まあそこについて関西の方に3億5000万円についてどうされますかと言われたので、3億4000万円ぐらいについてはこれは組織活動費であるというところで、事実上は貸し借りのものではなく党のために秘書をしたと。ただまあ1000万円ぐらいはですね、淡路島の私の土地をですね、私が土地を買ってドッグランにして、皆さん従業員に働いてもらおうとしたためにあるものなので、まあ1000万円程度はこれはお返しするべきものだということで、返金する趣旨のLINE できたのメールできましたので、その趣旨は返していますというところになります。でもうこれ法律論と何ていうのかな、道徳みたいなところで、まあこの政党のお金ってほとんどが法律でいかないんですよ。もう何使っても OK みたいになっちゃってるので、もし僕の 3.5 億円が認められないのであれば、まあおそらく大津はその2回分の 1.6 億を今も活動しているところから見て、民族党から資金管理団体のあれなんていうところだったかな、大津の代表しているところ、ガールズパワーです。いやガールズパワーじゃなくて資金管理団体出してるよね。そこに資金移動している可能性が極めて高いと思います。そうすると両方認められないってことはなくて、向こうの方がもうすでに3月29日には資金ショートしているのを分かっていて、民族党は破産するから彼女の別の団体に移しました。それを代表一人でやるとまずいから、トヨタが幹事になってトヨタに確認して利益相反にならないようにして資金管理団体に移したのではないかと予想はできます。まあ、そこについて彼女は何も言わないから予想の範疇ですけども、おそらくそういうことをしてですね、今1億6000万円の資金を、まあ、別の団体にしてそれを運用費として T シャツ作ったりしてるのではないかと推理するんですね。からそのお金がそういう形でもう破産が決まっていても別の政治団体、まあ、自分の名義の別の政治団体に寄付ができることがもし可能だとなればですね、私のその 3.5 億なんかもしろそっちの方が全然むしろ問題ないというお金にカウントされるだろう。もちろんその移動してたという前提で考えれば、その2回分の政党助成金を移動したことが、まあ、財産の破棄、もうすでに資金ショートしていることが分かっている状態で移したことが場合によっては犯罪になるのではないかというところです。で繰り返しこれ皆さんに申し上げなきゃいけないのは、確かに、皆様にご心配をおかけしていてですね、日々、変遷していった、この特に1年間、最初は支払い督促からやりましょう、皆さんに、レターパックを送ってやりますよというところからスタートしたというような記憶に記憶されていると思いますが、その後今申し上げた通りですね、どうしても大津がここまでですね、もう人間とは思えない、普通に考えればですね、もう普通の人間じゃないです、これはっきり言えます。そういうような他人に迷惑をかけることを喜びとする人物がいて、それをまた補助する弁護士や多くの、まあ、多くとかそういう仲間がいて、その仲間が、まあ、昨今翼の党という形でですね、社会的に大きな問題を起こしていると、まあ、こういった連中がいること自体がちょっとさすがに僕も想定外じゃ想定外なんですが、ここの追及に、まあ、もちろん村岡先生や広井さんであったり、うちの副党首の丸山副党首が今時間を割いてやってくれてるんですが、これをやっても皆さんに私は、財産を返することができないと、今ご質問者おっしゃっていただいた通りですね、我々は政党として長期的なスパンに立ってやっておりますので、必ずですね、私は前向きにこれからもこの国の、まあ、トップになる、天下を取るということをもう明確に公言をし、それは昨年の3月の段階で私は政治から身を引きたかったです。3月29日に申し上げた通り、選挙会社の社長とかちょっと楽していきたいなっていう僕のその甘えがありましたが、皆様にこれだけご迷惑をおかけしている以上はですね、必ず天下を取る、この国の国政政党というよりも、いわゆる政権与党に入ってですね、
舵取りをしていくと。でそれについて、今年の3月からまあ走り出し、今約2ヶ月です。で、申し上げている通りですね、もうお金も9000万円十分当てができておりますので、この後、まあ、できれば来年、早ければ今年のこの東京都知事選挙のポスター掲示板、今1箇所3万円の寄付でやろうと思っています。これがもし1万箇所が売れればですね、2億円のまあプラスになりますので、そういったものが入ってくれば今年の 5% については必ず利息という形でですね、直接の皆さんへの利息ではないですけども、ちょっと皆様方が政治団体を作るっていうのが非常にハードルが高いこともあろうかと思いますが、その辺はぜひですね、政治団体を設立、もちろん我々の方で協力いたしますので、設立をいただいて、寄付という形の利息の支払いに、まずそこから皆さんに、あ、ちゃんとそれなりに満足いく金額じゃなくても返ってくるんだという実感をしていただきたい。で、今お借りしている9000万円の方については、これは来年末に 1% の利息で返すという約束をしていますが、その条件としては、もちろんその後の更新もできるようにさせていただいています。これは、まあ、節税のアドバイスをするということで、私はもう昨年からですね、というか特に今年になってからお金をたくさん持っておられる方と鋭意交渉しています。銀座で毎晩のように、水商売の仕事をしているのは、あれはほとんどが打ち合わせ、半分くらいは、節税のことや今後の国家運営、国家のことについて話ができるような財産が数十億円、数百億円、あるいは数千億円をお持ちの方々とお話をさせていただいている。まあ、ゆえにそれなりのお金が集まっていると、今金庫に5000万円入っています。ですから、長期的視野に見ていただいてですね、この今大津とか三津区等木がこう叩くというようなマイナスのことをするよりも、もっとこの国をですね、変えていく、いわゆる NHK をぶっ壊すだけではなく、正直者がバカを見ない社会にしていくために、今大津によって切られてしまった、まあ、いなくなってしまったか、いなくなったというか、そういう人たちが今までいたことで進みが悪かったんですけども、今ご覧、おそらくこれから昨日も、まあ、石丸弁護士、医者である弁護士、まあ、仲良くうちの党ではないですけども記者会見していただいた通り、また、昨日エベレストから無事に、登山が終わったというか、登頂が終わった福永弁護士も、おそらく東京都知事選挙、来年の参議院選挙にも協力いただけるだろうというところでですね、ご覧いただいている通り、人材についてははるかに優秀な人が集まってきていて、来ており、かつ、まあ、いわゆる党においては、ちょっと不要な人たちについては、かなりの、いわゆる経費の節減というか、まあ、節約ができたと思っています。ここについては私自身が、党のお給料で守るんじゃなくて、福祉で守る。国をしっかり強くして、働けない人、給料が少ない人については国の福祉で守っていくということで、しっかりとそこは僕はもう心を鬼にして考え方を変えましたので、そういう意味でもできるだけ早く皆様には安心していただくための返金をしていきたいし、それが今年の末になるのか来年の末になるか、果たしてはたまたもうちょっと先になってしまうのかもしれませんが、そこはもうあとは立花隆を信じてお金を出していただいた方は、僕がね、これ本当泣き言言ってたら別ですけど、毎日僕楽しいですよ。大津の裁判が判決が出て、そこで本当にちゃんと敗北宣言はしています。ただこの1年間で大津とこの戦ったことで得たものがあまりにも知識も人脈も多いですので、そこについては活動を見ていただいて、まあ、とにかく東京都知事選挙に30人まず出すこと、これが、もう1ヶ月もしないうちに皆さんにご実感いただく、現実としてそこに出てくる、そしてその後ポスター掲示板に対する、まあ、寄付の集まりっていうのを皆さんに実感いただいて、これちなみに2000箇所6000万円売れればマイチャラになる。もし1万4000箇所ありますから、1万箇所を超えるようになればですね、先ほど申し上げた通り億単位の、まあ、利益と言ったらあれですけども、でもこういう選挙でも利益が上げれるような人がこれからは日本国の舵取りをすべきだということで私は考えていますので、皆さんはこれ政党にお金を貸すっていうのは
あの株式会社に出資するみたいなものではないんですが、通常は私はそうではなく、ちゃんとしたいわゆる優良企業にお金を出したという形で今これまで通り捉えていただければ、しっかりと皆さんの信託に応えていくし、ちょっとまあ決意表明みたいな、まあ、決意表明と具体的な皆様への資金の返金計画っていうのは十分できていますので、で、すると衆議院選挙は本当このまま来年の参議院後の任期満了になったら最高だと思ってます。それぐらい、あと一番大事なビッグスポンサーの件についてもちょっと確認しておきます。まあ、これちょっと名前を言うと本人の娘さんとかに影響するので言っていませんが、議席いわゆる参議院議員になれば10億円を貸してくれるというか、貸してこれ貸してないと、これは出していただけるというスポンサーは現に存在をしています。まあ、先週もうちのバーに来て僕がいない時に大騒ぎしてましたけども、いらっしゃいます。で、彼は当選したいと思ってたんで、僕は、まあ、DJ 社長に10億円の話を持っていき、 DJ 社長と3人で飯を食おうとしたところ、 DJ 社長が自分の、まあ、アーティストとして10億の借金を弁済したいとなったために、この話が一旦止まりました。ただ10億円という話は残っているので、新たな今名前を出してますけど、江頭2時50分さんや桜みくるさん、と飛鳥きららさんというようなところをですね、使うと2個したところですね、もうゼロオア10億だということになりましたので、それであればこれよく分かりましたというところで、今回東京都知事選挙で、まあ、30人出します。ただこれがうまくいけば東京都知事選挙でポスター掲示場が少なくとも3000箇所以上、1000万以上の寄付が集まれば、来年の参議院選挙では東京も千葉も神奈川も埼玉も大阪も名古屋もこういった形でですね、たくさんのポスターが貼れて、たくさんの NHK 党の候補者が擁立できる、2枚目の投票紙には NHK 党という形になりますので、僕は一時的にまず浜田聡の再選というのを考えています、今現在では。ただ2議席目が取れた時にはその10億円のスポンサーが議席を10億円で実質上買う、まあ、もちろん一旦借り受け、借りじゃないとできませんので借りますけども、その原資が、直ちに皆様方の方に返還されるというところになりますので、まあ、もちろんそれは来年の参議院選挙の後の衆議院選挙でも同じことになりますので、そのビッグスポンサーを国会議員にすることによって、一気に皆様方にお返しする儀式、原資が生まれるということなので、どん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 話は変わっていってますが、できるだけ皆様に早く返済希望の方にお返しするということで進めています。もちろんビッグスポンサーからっていうのは、その10億円の人は1人ですけども、多くの方から資金の提供をいただいていますので、今回9000万以上のお金が集まっている、集まる見込みと、すでに5000万円は金庫の中にあるという状態ですので、やっぱりね、僕が健康なんかやる気が、投資がなくなったりとか病気になったりするとあれなんでしょうけど、そうじゃなく、まさにもうやる気満々と、かつ多くの人がついてきてくれていますので、そこについては安心してくれとは言いませんが、ぜひ一緒に、僕が一人、うちの党だけじゃなくて、やっぱりお金を貸していただいている方も一緒にこの国を変えていくことにご尽力いただきたいと思っています。ですね、今の立花さんの話を整理しますと、結局皆さんが、まあ、100% 持ってる債券で、もし今回 20% とか 30% 何%の配当になるかわからないですけれども、もしそれで回収ができなかったお金があれば、今立花さんがおっしゃってる通り、道義的な責任を今後も果たしていくという話なんですね。で、ただ私は弁護士として立花さんにその残ったお金をなるべく負担させたくないと正直思ってます。やはりこの破産事件の中でできるならば 100% の配当を私は実現したいと思ってます。そのためには何が必要かって言ったら、一番は法的な請求権としてはないかもしれないけど、やっぱり奥さんに辞任いただくことだと思うんですね。これを全債権者の意思として、大津さん、あなたなぜ債権者のこのお金を破棄するんだと、あなた辞めれば我々債権者 100% 選べるんじゃないか、
っていうことは、ここはもう本当何度も繰り返し、債権者委員会としては強く言っていきますし、破産管財人はどうしても法的な請求権を行使する方なので、政治であるとかそういう意思決定に対してはできないんですよ、逆に言うと。だからこそ債権者がみんな協力して管財人にこういう意見を伝えていくと、管財人ちゃんとこの役員らの責任を果たしてほしいと。通常の倒産事件、民事再生でも何でもそうなんですけれども、現経営陣、会社を倒産させた現経営陣の退任というのは当たり前の話なんですね。なので本来であれば退任しなければいけない経営責任を負っている人間が今も能々と代表者であると居座っていること自体がおかしな話で、そういった本来やるべきことをやらない債権者に任意の形であれきちんと返済計画を立ててそれを提案してこない、いつまでたっても自分たちのそのことしか考える活動しかしない、こういったことを正していくために今回の債権者説明が債権者委員会を作っているんだと、そこを強く皆さん目的として理解していただければいいかなと思います。で、そういったことを今後破産手続きが終了するまで債権者委員会活動し続けますので、そういったことを委員の方で、話し合って皆さんにも可能な限りご報告していこうと思います。それでもごめんなさい、質問者の方からすればその破産手続きが終わった後も継続した方がいいというそういうイメージですよね。私はそこは名前を変えるなりっていうのは通常の場合破産手続きが終わればいわゆる大津側の法人が潰れちゃうんですけど、大津側の法人は存続するわけですから、そういう意味では彼女の政党がお金を作った段階ですぐに差し押さえ差し押さえしていかなきゃいけないから残した方がいいんじゃないかという多分趣旨のご質問ですよね。それは先生、あ、分かりました。そういうことですよね。そういう趣旨であればその時迎えた時に、はい、前向きに検討したいと思います。はい、でちょっと大事なことなので、法的には皆さんは大津から貸金を返してもらえる法律の権利があります。で我々というか僕が代表者である NHK から国民を守る党については任意での皆さんに対する、お支払いとなりますので、その際に政治団体から政治団体あるいは政党から政治団体へお支払いさせていただくのがまずは非課税にもなりますし、理由としてだからそこで第三者弁済みたいな形で大津の金をこっちで返すと大津の方が減っちゃうんですよね。これご理解いただけますよね。ですからあくまでも政党から皆さんに対する寄付っていうのは、こういうサービスをしたからこういうものを売ったからっていうものじゃないんですよ。まさに政党の単独で、贈与みたいな形でやるんですが、その贈与に対しての税金がかからないということになります。でどうして、だから個人に対してこれ政党が今度お金を贈与しちゃうとそれこそ公職選挙に触れてしまいますので、そういう意味で苦肉の策として皆様方には政治団体を作っていただいて、その代わり収支報告などのことをしなければならないんですが、合法かつ非課税でお金が使っていただけるというアイデアを提出して出しているということでご理解いただける。だから大津側の借金は減らしたらいけないと思っています、はい、でも彼女はもうどうやってもやめないです。これ働きかけはもちろんするのはベストですけども、やめないということで進んでいかなきゃいけませんので、この辺で、大丈夫ですか。何らかの形で、債権者の方々が連絡を、連携を取りながらっていうことを望まれてるって思うし、私もそうしたいと思っています。わかりました。じゃあそれは継続的にちょっと破産状況を見ながら検討したいと思います。なのでちょっと会議の先に進めないといけないので、次に規約案を簡単にご説明したいと思います。規約案出していただけますでしょうか。これですね、債権者委員会を設立して裁判所に許可申請を出す際に規約として提出しなければいけないもので、原案として作成いたしました。もう出てますね。簡単に内容について一条一条ちょっとご説明します。出てます、大丈夫、はい。
まず第一条としてみんなで作ると債権者委員会は本部を東京都によって会議の内容は所定の方法にて各員に周知される方法によってインターネットを通じて配信広告される。まあ、そのライブでやることはちょっとないと思うんですけれども、債権者委員会の様子というのは結構もう一回あの委員が開催されてどういう方法で皆さんに出席するかは決まってないですけれども、なるべく皆さんに会議の内容というのは公開できるようにしたいと思います。第2条として本委員会はみんなで作る等の破産管財業務が適法に遂行され、破産債権者全体の利益を適切に代表することを目的として以下の活動をすると。破産法144条3項に基づき裁判所または管財人に意見を述べると。破産法145条2項に基づき債権者委員会として破産財産に関する財産の管理及び処分に関する事項について意見を述べること。145条1項の通知等法146条1項に基づく報告書の提出を受けること。147条1項に基づき破産債権者全体の利益のために必要があるときに裁判所に対して破産管財人に破産財産に属する財産の管理及び処分に関して必要な事項について破産法157条2項の規定による報告をすることを命じるように申していることと。まあ、ここまでが要は破産、債権者委員会ができることなんですね。要は調査報告を管財人に求め、その聞いた内容に基づいてこういうことをやってほしいとか、こういうふうに財産を処分して処理してほしいということを意見を言うということができることなので、まあ、法定の事項が目的として書かれています。でその他、5項として破産管財人の求めに応じて各種必要な業務の支援補助を行うこと、決して管財人の業務邪魔しようなんて気はありませんので、もし管財人の先生がですね、まあ、例えばマンパワーで足りない人とか何かどっかに明け渡しを求めに行かなきゃいけないといった時に必要なことであれば委員会の方で人を準備してお手伝いしますよと、必要であればいつでも行ってくださいというような形でこの情報を設けさせていただきました。6項としてその他破産法上債権者委員会が認められる全項に付随する業務を行う、以上が、債権者委員会の、目的事項になります。委員会の構成員、本委員会の委員は令和6年第207号破産手続き申し立て事件の破産者みんなで作る等に対して破産債権届出をした破産債権者であることを要件する、まあ、当然の要件として大丈夫です。第4条として債権者委員会の構成員は破産債権者総数の過半数の同意を得た上で選任されたものであり、次の各号に掲げる権利を有すると。1として債権者委員会に対し破産手続きについて意見を述べること。2債権者委員会について必要な事項について議決権を有すること。公開される債権者委員会の会議を閲覧し参加し意見を言う。その他債権者委員会の構成員として必要な権利を有し義務を負うこと。これはあくまでも債権者委員、つまり先ほどご紹介した9名の委員のことであって、一般の破産債権者の方を指さないことを、ご理解願います。次に第3章、債権者委員会として、債権者委員会は破産法144条1項1号と規則49条に従い3人以上10人以内とし、下記債権者委員一覧の記載のものを債権者委員とし、委員長を広井正樹、幹事を村岡哲也、事務局相原美香とすると定め、委員9名の先ほどご紹介した方の、名前を記載させていただいています。2項として本委員会は債権者委員構成委員間の連絡を密として債権者委員会を任意の期日場所において開催し互いの意見を聴取し、全破産債権者と共助して本委員会の職務を遂行する。第6条として債権者委員会は委員長が招集通知を文書またはメールなど任意の方法によって各債権者委員に発し開催する。今のところ1週間に1回程度インターネットウェブを通じてやろうと、前回5月13日に事前の債権者委員会というのを開いたんですけれども、その時もウェブ上で開催しました。あと前章のところで補足説明しますと、法定の、債権者委員会の最低人数というのは3名と定められています。
で、何人その債権者として認められるかどうか、場合によっては否認されてしまう債権者がいるかもしれなかったので、念のため9名という多少の欠員が出ても大丈夫なように、多めに債権者委員を配置いたしました。じゃあ次に第7条として、委員会における決議の内容なんですけれども、一方破産債権者の5人以上の賛同のもとに破産債権者は、債権者委員会の意見の受信と当該意見について議決を図ることを求めることができる。皆さん破産債権者と先の債権者委員会は違いますと申し上げたんですけど、皆様はあくまでも破産債権者としてこの債権者委員会の設立に同意していただく立場で委員ではないんですね。で、ちょっとこれは委員会のマンパワーの問題があるんですけれども、何でもかんでも委員会でこれを聞けと言われてしまうと、我々もほぼボランティアでやってる関係でちょっとそこまで対応ができないので、もし委員の方に委員会の方に何か意見を受信したい場合は5名ぐらいの債権者連名でこういうことを決議を図ってほしいというような形で出していただきたいなという趣旨でここに記載させていただきました。本委員会は議決方法ですが、本委員会は議決事項については出席した債権者委員の過半数の賛成決議をもって可決する、ただし破産債権者の3分の1の数及び破産債権者の3分の1の額を超える破産債権者からの意見、反対の意見が提出された場合は当該決議は無効とする。委員会が基本的には裁量を持って議論をしてその各議決を行っていきますけれども、もし破産債権者の方たちが3分の1それやめろというような意見が見られた場合には、それはそこまで の意思がまとまるんであれば債権者委員会としてもその決議を無効とする必要があったのかな、あるかなと思いましたので、あえてこの条項を設けさせていただきました。第8条として会計責任者、会計責任者は本委員会の財務及び会計を統括すると、基本的には事務局を兼ねる相原さんにこの関係はお願いしたいと思います。第9条、債権者委員会の活動報酬、これは、ですね、破産法にも書かれていることなんですけれども、一として債権者委員会は、破産債権者からの寄付によってその活動資金を拠出すると。債権者委員会は基本的にこれボランティアで行っています、私の労働講師も一応ボランティアでやっているとご理解いただいていいんですけど、今日ひろいさんもお越しいただくのに大阪からテレコで来ていただいているんですね。でちょっと後で寄付のお願いということでちょっと申し上げたいなと思うんですけれども、基本的にはその債権者委員会がこれから1年ぐらいにわたるのかな、業務を行っていく上でやはり債権者の皆さんに事務手数料として郵送を発送しなきゃいけないとかですね、委員がところどころによってどこかに出向いて発送しなきゃいけないということがあり得ますので、もし可能でしたら可能で結構なので強制でもないので皆さんに後ほどご案内する寄付をいただけたらなと思います。でそこはでも出しますよ、うん、郵送費とかですよね。郵送費さすがにここで皆さんにお金出してくれっていうのはさすがにちょっともうそれはちょっと言っていただければ、うん、NHK から国民を守る党から、そこら辺は逆に出しそうであれば、はい、党の方から寄付していただけますか。どうしても国民を守る党からでいいんですか。債権者委員会の方へ、はい、それでね、それで受け付けたいと思います、はい、ちょっと利益相反というかやっぱり利害関係いろいろと関係している会なので独立性を持ってやりたいので、我々の債権者委員会のその組織が明らかにその立花さんから資金提供を受けてるっていうのは、それがあれだったらですね、うん、基本的にはそういう郵送料とか、そうですね、そういったものについては、ね、はい、はいはい、で寄付はこの活動を支援していただける方、破産債権者に限らず今日例えば一般の方もご覧になってると思うので、もししていただけるんであれば一般の方からも寄付は当然お受け付けしたいと思うので、そういった形でいただければなと思います。次に、債権者委員の退任と解任について、債権者委員はいつでも自由に退任ができる、申し上げたとおりボランティアなのでやめたときいつ辞めていただいても結構ですと、なのでちょっと急に多めに選びました。
ただし債権者委員会の委員が3人を下回る場合には法定なので、適宜債権者委員を債権者委員会の過半数の決議によって補充すると、債権者委員に破産債権者の全体の利益を適切に代表しないと認められる言動が、認められる言動が確認された場合には、当該債権者委員は、債権者委員会の過半数の賛成決議によって解任されると。全項の解任に関し不服申し立て権は認めないという形でやらせていただきます。第11条、債権者委員の選任と任期。本委員会および債権者委員の任期は破産手続きが終了するまでとし、破産手続きが終了すると同時に解散されると。ただ先ほどのご意見いただきましたので、その手続きが終了するときに任意の委員会として存続させるということもできるので、そのときまた債権者委員会の方で議論させていただきます。第12条、破産債権者の地位として、破産債権者は本規約第1条によって債権者委員会の協議内容、議決内容について必要な情報を得ることができると、なるべく我々の方で情報を発信しますので情報を得てください。本委員会の設立に同意した破産債権者はいつでも自由に債権者委員会に意見を述べることができるが、個別に債権者委員会の職員に参加する権利が有しないと。見ていただいて、皆さんいろんなところでいろんな形で意見を言っていただいて結構です。で、また、ただ委員会がそれに対して何かしら応答を必要とするような質疑としてこれをやってほしいということであれば、申し訳ないですけれど、5名一緒になって連名で質問していただければ、委員の方として必要なものは議決かけたりする予定でおります。第4条として、本規約の改正。本規約は債権者委員長が事前に債権者全体の利益のために草案を準備し、破産債権者における過半数以上の賛成同意を得られ、かつ裁判所からの許可が得られたことを条件に、債権者委員長が改正を終わりに宣言することによって改正される。改正された規約は債権者委員長が改正を宣言する日時をもって施行される。本規約は、令和6年5月24日制定され、同日、債権者委員長が公に宣言したので同日より、施行するという内容になっております。とりあえず債権者委員会としては、これは任意の組織ですので、一応もうすでに本日有効に成立しています。ただ、この委員会が破産手続きに、加わって意見述められるかどうかは、冒頭申し上げた通り、過半数の同意と許可が必要になりますので、有効に破産手続きに関与できるかどうかは分かりません。なので、そこだけはちょっとご了承いただきたいのでですね、次にちょっと委任状を出していただきますか。私も、倒産手続きは比較的専門な方で、今まで何百という会社の倒産手続きに関与してきたんですけれども、正直最近前回初めてなんです。おそらく国政政党 の, 破産という特殊性もあり、この債権者委員会というのは非常に稀なケースです。なぜかというと、破産手続きって 90% 以上が自己破産だから、破産者が協力しないということが考えられないんですよ。でも、10% に満たない債権者申し立てというのは破産手続きで、かつ破産者がここまで破産手続きに協力しないっていう、こういうレアケースなので、今回この債権者があえて債権者委員会を作らなきゃいけないと。で、一応私も法定の要件としてこの債権者委員会があるのは知ってたんですけれども、使ったことは正直ないです。初めての試みです。が故に、これ実は裁判所に対しても監査に対しても言えることで、破産裁判所がきちんと許可出すかどうかはおそらく問題ないとは思いますけれども、万が一出さないってことも考えられます。で、許可が得られなかったら、じゃあこの手続き何もしないのかというわけにいかないので、それを、補足するために、あ、ごめんなさい、委員長の方、皆さんこの今日ご説明する同意書の他に、私に対する弁護士に対する委任状っていうのも用意しましたんで、これも並行して書いていただきたいなと。これは任意ですので、別にこれは出さなくても全然構わないです。まず同意書を出してもらいます。ちょっと書類の順次ご説明させていただきます。
で、今お示しするのが、破産債権者委員会設立に関する同意書という内容のものを、今ご覧になっているかと思いますけれども、これが、皆さんにご署名いただいて、提出していただきたい裁判所に提出する予定のものです。これが、過半数、これちょっとご質問いただいて、私が申し立てした時には約340名前後の債権者がいたんですけれども、その後に私も債権者だと言って関西人のところに手を挙げている方がいらっしゃる可能性があるんですね。まあ、1割ぐらいいるかもしれないなと。ということは400名ぐらい債権者がいる前提で、まあ、この過半数の同意というものをいただかなければいけないので、なるべく200名ぐらいの同意は最低限集めたいと思っています。なので逆に100名から200名以下だと、そもそも過半数同意しないという要件が整わない可能性もあるので、皆さんこの同意書はぜひお出しいただきたいと思います。今日のこの会を聞いて、まあ、この会の設立の趣旨であるとか活動内容にご賛同いただける方はぜひ、この同意書のご提出をください。でごめんなさい、次認証の方をいただきます。でまた、ただ許可がもらえなかった時のために、別途補充のために委任状を準備しましたので、この委任状も合わせて ご提出いただけたら、万が一、裁判所の許可が得られなかった時は、私が皆さんの代理人として、関西人に、意見を聞くと、債権者委員会に代わるようなことを私が弁護士として、代理人弁護士として活動しますので、もし、よろしければこの一緒に同意書をご提出いただければなと思います。で、はい、あ、そうですね、なんだっけ、 NHK 党のホームページ処派.jp というところに、この書類はダウンロードできるようにしますので、皆さんそちらをご覧になってダウンロードしていただければと思います。ただちょっと先ほど事務局から連絡があって、アップロードされるのが今日の夜中らしいので、明日になれば見れるそうです。あ、お願いします。はい、今日夜中ですね、大体12時ぐらいになるですね。はい、すいません、できれば今日出したかったんですけど間に合わなくて申し訳ありません。明日の朝には見れるようになってますので、皆さん諸派 .jp、そちらからダウンロードしていただければと思います。次、委任状を出していただきます。あ、ごめんなさい、認定書で、先ほどの委任状を出していただく方に、合わせてなんですけれども、すみません、これはもう弁護士としての義務なので委任契約書を作らなきゃいけないんですね。なので、保証とはいえ委任契約書を作らなければいけないので、1枚ごとにまとめましたので、委任契約書もこれ2通ダウンロードして、サインして送っていただきたいと思います。2通ですね、送ってください。で、すみません、報酬のところに私がちょっと任意でっていう形で書かせていただいたんですけれども、基本的には00で丸して出していただいて全然構いません。00でお出しください、丸をつけて。ただもしブラウカーの活動を頑張ってくれと言ってくださる方がいるんであれば、ここを2で結構ですので、例えば 3% とか 10% その欄を設けましたんで、書いていただければ先行報酬としていただければ恐縮かなと思いますけど、全然ゼロで構いませんので、ゼロとこれ書いていただいた方で差別するとかそういったこともするつもりありませんので、とにかく頑張ってやります。そこはそこで、まあ、すみません、委任契約書一応これ作らないと弁護士としての義務なので、一応作成させていただきますということでよろしくお願いします。じゃあとりあえず必要書類については、ここまでのもので、寄付のお願いをちょっと出していただきますか。あ、じゃあごめんなさい。
さい、アップロードするところにはつけておきますけれども、一応寄付のお願いということで、先ほどご説明した通り事務手数料とかかるので、できれば100万円前後集めたいなと思ってるんですね。いろいろやっぱ活動するのにどうしてもチップがかかってくるので、でこれ先ほど立花さんの方からある程度資金ご提供いただけるという話があったので、ちょっとそれを見ながらもありますので、今回そんな積極的に入れてくれっていう趣旨ではなく、皆さんもし多少お手元の余裕ありましたら入れていただければくらいに考えていただければいいかと思います。別にここから弁護士報酬を取ろうとかそういう話ではないので、独立した組織として債権者委員会が活動するためにやはりかかってくる、どうしても必要最低限の経費を私も当然弁護士としてそれを負担するわけにもいかないですし、債権者委員会の方の個別にご負担いただくわけにもいかないので、少しちょっと事務補助金として集めたいなと思って、これをお願いとしてアップロードさせていただきます。完全任意ですので強制ではありませんので、もしよろしければとご理解ください、はい。とりあえず書類については以上であります。事務局の方から何か補足ありますか。事務局の相原です。村岡弁護士がおっしゃってたようにホームページをご覧の皆様は、この今ご説明いただいた書類を明日までにアップしますので、お手数なんですけれども、これをちょっとダウンロードしていただいて印刷していただいてご署名いただき、郵送を参議院会館の方までちょっと郵送をお手数なんですけどよろしくお願いいたします。で目安はちょっと直近で申し訳ないんですけど5月末までに送っていただいて、ちょっと同意書200名以上の同意書をちょっと集める関係でちょっと足りない部分に関してはこちらから郵送してちょっと、ダウンロードできない方もいらっしゃると思うので、こちらからダウンロードして各債権者の皆様に郵送させていただきますので、ご協力いただければと思います。まずこんな段取りで進めたいと思います。今日出席いただいている方またはご自身でホームページご覧になってそのまま郵送で送っていただける方はぜひ同意書を送ってください。で集まった回収状況を見てそこでもう200名ぐらい集まってくれるのが一番いいんですけれども、多分その最初の第1弾ではその200までいかないと思うので、それで足りない分については我々債権者名簿を持ってますので同意まだ送られてない債権者の方を対象にこちらの方から郵送で同意のお願いという形で郵送を発送させていただきたいと思います。すみません、事務手数料の問題でなるべく抑えたいなと思ってそういう手続きを取っております。で6月上旬あたりに申請書を出せればいいかなと思ってますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。ここまでで、我々 その債権者委員会 の主催者側の方からご説明したいことは以上になりますので、あと30分前後は質疑応答についてお答えしたいと思うんですけれども、会場の方でご質問があれば。何使うんですかって。そっち、いや、いや、はい。いや、何で聞くの？誰が聞くんですか？100万円と200万円。政党が持つ公認権や選挙で有利になる扱いや国政政党を名乗るなどの無形の資産の使用料とか要求できないでしょうか。ですね、これはもうまさに国政政党が破産したっていうことに対する議論で、ちょっと関西人の先生とも場合によってはこの国政政党という地位をお金に換える、それで債権者の配当を増やすっていうことも可能性としてあるんじゃないかっていう話はさせていただいたんですね。ただやはり森先生の考え方としては関西人やはり法的な請求権として
して、ここが確実にこれが資産価値あるのかっていうとちょっとわからないし、それをじゃあ具体的に手を挙げてる方がいればまた別なのかもしれないけれども、関財人として積極的にその国際税とのキーポイントを下がるために動くのは、まあちょっと控えるべきかなというニュアンスを伝えていただいています。ちょっとそれも、債権者委員会の方としてやはり関財人の先生に要求するっていうのはちょっと少し違うのかなとは、確かに私もそれ森先生の話聞いて、まあ確かに関財人に共有することじゃないよなっていう意見は思ってます。わかりました、ありがとうございます。はい、お伺いします。委任契約書の中で、第2条の括弧にのところがあるんですけれども、はい、ここが減額に成功、特に減額に成功した額ですとか、この括弧2の意味合いについて、少し解説していただければと思います。すみません、これは面白く大きいです。これ減額じゃないですね、回収に成功した。減額じゃなくて回収ですね、はいはい、すいません失礼しました。あ、はい、じゃあ減額ではなくて回収ですね。そうしましたら、私今署名なりしてますが、減額を回収に訂して訂正なしにしておけばよろしいですか。申し訳ありません。会場の方ごめんなさい、そのお手間申し訳ないんですが、お願いします。アップロードするのは直しておくとし、わかりました、ありがとうございます。すいません、失礼しました。支払い不能または債務超過というのが要件なんですね。で、先ほど申し上げた通り、その支払い不能というのは一瞬払えないっていうんじゃなくて、ずっと継続的にその弁済期の訪れたお金をその支払えない状態なんで、明日になれば払えるっていうのは支払い不能とは定義されないです。まあ、この先もある程度継続的に支払えない状態が続いているというのが破産条件、もしくは法人であれば債務超過といって、持っている資産と負債とのバランスが負債の方が大きい状態、まあそういう意味で言うと、みんなで作るとは両方の要件を満たしています。なのでそこの要件について、破産の申請しているときに豊田先生からあまりそこの反論なかったんですよね。支払うのにないとか債務超過じゃないっていう反論ほとんどなかったんですよ。とにかくこの債権者申し立ては乱用的であるっていう主張が主張しているところで、なんでもうほとんど裁判所の方が支払うのと債務超過の要件はほぼ満たしてますねっていう前提で話が進んでたんで、破産の理由の自由っていうのはそこになります。特にこの事情が原因だっていうようなことは言われないわけですね。破産に至る理由っていうのはあくまでも経緯であって、破産を認めるかどうかの理由はそういうのは審査されます。わかりました。あと終結の時期はどれぐらいになるか。そうですね、破産事件はまず第1回の債権者集会が7月16日に行われて、早い事件だともうそこでこれで終結して配当に至りますってこともありえるんですけど、今回はまずそれでは終わらないはずですね。少なくとも1回以上は延期されて、だいたい債権者集会は2ヶ月から3ヶ月とかそれぐらいで次が設定されるので、まあ、4月終わったら年内にもう1回でまたもう1回破産管財人が財産を看過する努力をして、でそれで未回収のものがなくなった時点で破産手続きは終結して配当に至ると。逆に言えば、回収できるものがずっとあるんであればずっと続きます。
ただそういう例えば債権でボケて、じゃあ今後10年1億円回収できるお金がありますよって、回収できる売掛金がありますよっていう時は、換算人は第三者によってさっさとお金に変えちゃうので、あんまりその5年10年で続くことはないんですけれども、理屈上はいつまでも続く可能性はあります。あとは逆にたまにあるんですけど、破産が終結して1回配当がされたと、でも実は破産者に他に隠れた財産があったというのが後で見つかったような場合は、また破産裁判所に言えば手続き再開して、もう一回換算人がついて手続きもう一回やるってこともあります、可能性としては。そう、正当の債務は破産でも消失しない、免責されないんですが、そこはどこに規定されてるんですか？ですね、どこに規定されているというよりも、免責という手続きは個人であるがゆえに設けられている、条文上そう書いてあるんですね。なので法人って結局もう破産したらそのまんま法人格消滅してしまうので、免責させる理由がないんですよ。だから法がそもそも法人に対する免責を予定してないということですね。ただ今回その正当って何なのかっていうと、ちょっとこう人的な意味合いもあるわけですよね。政党というのは政治活動、共通の政治的目的を持った人の集まりが政党であるということを考えると、一応株式会社を予定しているその破産法の理屈から考えると、むしろ人に近いんじゃないかっていう議論があって、これは今まであまり議論されてこなかったことなので、それで裁判所も関西人もその扱い方について困ってると。だから、奥さんたちがああやって政治活動してるのも、ちょっといいとは思えないけど、かといってやめろと強く言うこともできないっていう悩みがあるのは理解はできるところなんですけど、ただ免責されることはないです。なぜかというと法が定めてないことを裁判所は認めることないので、なので皆さんの債権が今後免責っていう形になることはまずないです。よろしくお願いします。すみません、まあ、民宿から去年の12月に利払い停止のご連絡っていう文書出されてるじゃないですか。ここにですね、旧執行部らの不法行為とか、資金が不正に流出していたっていう、この事実に対してですね、事実というかこの相手側の主張に対して関西がどう結果を出すのかによって、この主張自体が悪くなる、我々は私、債権者にはこんなこと関係ないわけじゃないですか。債務を履行しない理由にならないわけじゃないですか。はい、これ、我々損害賠償できないんですかね。損害賠償できるかどうか、請求自体はもちろんできません。まあ、そうですけど、認められるかどうかわからないんですけど、今回その旧執行部のやってること、例えばそこに令和6年度以降のその政党交付金っていうのがもう明らかに毀損されたわけですよね。この結果はもちろん変わらない。で、皆さんはそれを受け取れないことによって、損害を受けた、そこまでは確かに事実としてはあると思います。でも不法行為が成立するための要件って、行為または過失によって侵害したのかどうかなんですよ。だからそこの判断がその計画的に皆さんを今後その阻害する目的があったと立証できるんだったら、その請求は成り立つ可能性があります。だからそれは個人に対してっていうことですよね。もちろんそうです、はい、要は今の民宿の役員たちに対して、要するにこの不法が、不正益や不法が打ち上げの可能性が、あるっていうわけです。それやるだけやってみてもいいんじゃないですか。それどういうことなんですかね。要は個人として嘘をついてるっていうのはどうなんですかね。僕の個人的な意見としては、もうちょっと証拠が欲しいなと。だからこの翼の党の捜査は非常に興味持ってるのは、今言った債権者からの不法行為が成立するためのいろんな事情が分かってくるかもしれないんで、ただ今その見切り発車でやるのはちょっともったいないというか、
もう少し待ってもいいんじゃないですか。これ関西人が要するにこの言ってることが、あゆみつくの主張が不正や不法行為ではないっていう認定を受ければそれでいける可能性もあるんじゃないですか。要するに打ち上げてるっていう、いやだからもう少し時系列で考えていくのが、はい、あと質疑応答になった、はい、あの時系列で考えたときに昨年の利息っていうか昨年の12月末に支払わなければならない、えそうすると、まあ、利息が大体5000万円ぐらいになろうかと思うんですが、あ少なくともその時に残金はあったと考えるべきだと思うんですね。あの少なくてもトヨタ弁護士の口座に、預かり銀行座に8000万円あった、で、それ以外に大津が指定した口座に12月の20日時点で8300万円あったと、我々それちょっとあの把握するの遅かったですけど、だからその段階でその本来払うべき、まあ、いわゆる到来しているものを払ってないことが、まあ、嘘をついて払わなかったっていうことが、まあ、なんかのそのだから本来払わなきゃいけないものを払わずに別のものにいわゆる寄付とかしてた場合にその破産が破棄罪ですかね、そういうところを刑事的な責任はそこは可能性として出てくるんじゃないですかね。出てきますね。あのちょっとその損害がどこのところを指すのかによってちょっと理屈が変わってくるんですけど、今回私が債権者委員会の中でテーマにしている 1.6 億っていうのは賠償請求するまでの話でもないんですよ。単純に返せっていう原則論の話で、だからもし例えば向こうがその誰々さんに委任報酬で1000万円支払いましたと言うんであれば、それは破産管財人が否認権っていうのを行使してその契約自体取り消す権利認められてるんですね。だから単純に返せって話になるんですね。だからあの不法行為で債権者が個別に訴える必要性が現時点ではなくて、優先順位で考えるとまずはその 1.6 億回収できるかどうかを、もう少し具体的に言えば12月とか、まあ、11月ぐらいに例えば大津が一生懸命自分個人の裁判をトヨタに頼んでますよね。ネット選挙から訴えたその辺のお金を、まあ、党のお金を大津が使って払ってる、それを資金に使っていればそれが財産破棄罪とかになる可能性があるっていうことですよね。もちろんそれは、まあ、刑事の場合ですよね。民事的にはだからそれをトヨタ弁護士に払っている場合はトヨタ弁護士はまさに返還弁済とかになる可能性があるので、トヨタに払われたものを一旦返せ、あるいはいわゆる分配、仮にしても払っていればそれは全体の債権者に皆さんに 30% しか変わらないんだから1000万もらってても300万円だよとか、まあ、そもそも1000万円の法外な価格設定であればこれがもう全額返せとかっていうことになってくると思われるんですね。ですから今回その破産の申し立てをしたっていうのは、大津側が言ってるのはですね、だからその立花側がその不正なお金を隠したいからだと一生懸命言ってるんですが、何言ってるのかなと思ったら、いわゆる自分たちの不正を見抜かれるのが嫌だっていうことです。おそらく昨年の10月には、まあ、斉藤忠之君に70万払ったりしてたので、要はお金を手にしたはずなんです。8000万円少なくとも10月11月ぐらいに、でそれをなんとか流してたものが今回の破産によって少なくても我々は7月の段階では知ることができるのではないかと。そう、皆さんにちょっとご報告しなきゃいけないのがもう一つあったの、はい、今回破産事件が始まって、皆さんご存知の通りその債権者に対してその貸金返還請求に対して異議出されたりだとか労働審判で労働訴訟に移行したりということをご存知だったと思いますけれども、はい、今回従業員の賃金はほぼ全額払うという決断を破産管財人がしました。ってことは裁判何だったんだって話なんですよ。結局無駄な裁判をやって払うべきものを払わないで無駄な抵抗してたと、これほとんど債権者の方たちも同じことだと思うんですよね。だから
それで豊田先生たちは、いや我々その政党のためにその裁判したんだって言うかもしれないですけれども、それはもう全く無駄な行為ですよと、そこにお金を支払うことが無駄な行為だったと。で、破産事件ってまあそれなりに歴史があって、皆さん会社の社長やったことある方イメージつくと思うんですけど、誰が一番破産になるって分かってる方、社長なわけですよ。で、自分はもう半年したらこの先破産するな、全部財産持ってかれちゃうなって言った時に、どういうことするかって言ったら、現金で抜いてどっかに隠すであるとか、知り合いの業者に行って、ちょっと普段1000円のものなんだけど10倍で売るからそれで買ってくれと、それで資産を残して、逆ですね、仕入れるから10倍で価格つけてくれっていう形で、どん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 その会社の資産を債権者に分かんない形で抜くんですよ。で、そういう行為をやっちゃダメですよっていうのを、何度も申し上げている通り詐欺破産罪といって要件が課されていると。だから豊田先生の弁護士委任報酬も、本来必要でない業務を無理やりやってその弁護士報酬を取っていたと評価されるんであれば、それはやはり犯罪人によって否認されるし、それをもし故意のもとに債権者に害する目的でやっていたんであれば、場合によっては詐欺破産罪として起訴されてしまう可能性があるという理屈なんですね。で、そういうことはとりあえず 1.6 の国の限りでは完全にはやってくれると思いますし、債権者委員会の方としてその分についてはしっかりと解消しています。まあ、大津にとってはもちろん豊田弁護士がそういう財産を隠すというか不正に出して、豊田さんが利益を上げていれば、例えばもうめっちゃもうこれ出てきやすいと思うんですけど、大津の代理人を10万でやってる個人でね、でも党の代理人を1000万でやってるとかってなってくると、もうこれは明らかってなってくるんですよ。で、そういうのがまさかもう少しちょっと裏話をすると、僕まさに相原さんが賃金未払いで、労働審判をやってた時に、僕一緒についていきまして、僕は入れなかったんで廊下でいました。で、相原さんと村岡先生が中に入っていきました。その後豊田弁護士に、とりあえずね、繰り越しの同意してもらわなきゃいけないんですね。昨年の、りそな銀行の、お金こっちに入ってる A という口座のものを B という繰り越しするためにこっちに移さなきゃいけないんですね。これの作業を同意してもらうことと、1月になれば浜田君と斉藤君の所属等価証明書というか、所属している書類を受け取って総務省に出してくださいねっていうのは強く僕の方からお願いしたんですよ。それで向こうはもう我々がまさか破産というカードを切ってくるとは全くその時思ってなかったんです。こっちからだってお願いしたんだ、だって裁判勝てると思ってたから。今年の3億円の繰り越しができなければ我々3億円パーになっちゃう。で、名簿を受け取ってくれなければ、その時すれば6年ですよね。この6億円をとにかく僕は確保するために頭下げに行ったんですよ。とにかく潰さないでくださいね。だから書類を渡す時の条件も党を回答しないという和解条件で帳簿を渡していることからしてもですね、先方は絶対に解散、ごめんなさい、絶対に破産申し立てなんかしないということを昨年の1月の17日までは思っていたんです。だから斉藤君から、所属党派証明書というかそれを取りに来ることもクソジジイに取りに行かしたり、最後は最終日は総務省に持っていけって言ったのね。もう完全に高く売ってたんですよ。それはこっちがある意味油断させたというか、この債権者を守るって言った。ただ僕はその時に判断したのが、今決まっている政党助成金をね、無理やり斉藤君に所属してもらってもらうよりも、ここはもう正義だと。債権者の皆さんよりも国民の皆さんにまずは支持いただかないと、このまま債権者の皆さんにお金を返すだけのものをやっていいのかと。それこそ税金の無駄な、ということで、あそこで一気に1月の16か17日のりそな銀行の残高が来た時にね、本来2億4000万入っていなきゃいけない残高が1億6000万しかなかったから、それで直ちに落とし込んだんです。で、彼らは、それでまさか斉藤君が所属しないこと、
そして破産の申し立てもしないだろうし、申し立てをされても通らないと思ってたのが今通っているので、だからその1億6000万円、その不明になっている1億6000万円の残高も今明らかにしている。でもこれがどういう人でっていうのが管財人によって解明されれば、まさに皆さんは告訴あるいは告発で、財産破棄罪ということで2人を刑事告訴できるということですので、そこはもうゆっくりと見ていればですね、もう証拠としてはこれ出てきますから、もう口座でいくら大津から大津にいくら口座で渡したとか現金渡した、その大津とトヨタ弁護士の弁護資料を見ればですね、おそらく後から見られてまずくないように作ってるとちょっと思えなくて、相当のちょっと法外な弁護士費用が党からトヨタに払われてる、それを普通だったら出すじゃないですか。だって僕に対して3億5千万請求してみるって何かって言ったら本当に返してほしいないですよ。3億5千万の事件を受け負ったから、だからそれの着手金として1千万を受け取ったって、多分そういうこと言いたいんだと思うんですよ。でもそれが公につまめらかになるとは思ってないと思うので、今後のまさに第1回債権者集会で出てくるんですよね。だから森関財にはそういった情報っていうのはすでに持ってると思うんですけど、今小出しにすると皆さんが騒ぎ出すから多分それを持ってるだけだと思いますから、ちょっと民事よりも刑事の方が、刑事でも十分いけると思ってますので、そこはそういう僕は読みをしてますけど、はい、まあ、予想外だったのはりそな銀行の口座移転されたことなんですよ、その振込先を。でりそな銀行の口座がこれ斉藤さんと大津さんとの間で約束して、まあ、そこにこう生徒公金入金しようという前提で、我々もそのまんま生徒公金は入金され続けると。だからそれがりそな銀行に入ってれば、今年に入ってもおそらく斉藤議員は党所属届出して今年の 3.3 億円入ってたはずなんですよ。ってことは、もう5億円ぐらいのお金が入ってたはずなんですけれども、1月に入って入金されてなかったと。でそれで我々の方がとんでもないことだと。でじゃああれが破産手続きせずに今そのまんま言ってたらどうなってたのかなんですけれども、そのまんまもう党の政党公金は彼らの手元に行っちゃうわけですよね。ってことはもう例えば4月も過ぎましたけど、また8000万、今度7月でまた8000万、どん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 大津さんと豊田弁護士のところに入ってこいですお金を。でそれをまたさらにいろいろと使われてしまうと、どんどんなくなっていく。で党の債権者とはその利益違うところで使われてしまう。それをさせないために我々は破産に至らざるを得なかったと、そういう状況があるということなんですよね。だからもうちょっと待ってたらそこら辺はこちらも全く隠すことはないんですけど、向こうがその財産破棄罪になるようなことをしている可能性とか、まあ、少なくとも民事的に返せっていうのが出てくるのではないかなと、まあ、だから昨日こと問いかけたら逃げてるんでしょう。普通はね、説明すればいいわけですから。で今日来てくださいって、もう僕や立花さんだったら分かりますよね、来ますよね、まず来て説明しますよね、我々だったらこうなんですと。だからこの来れないっていうことが一つ彼らの回答であり、なんかまあそういうことなんでしょうと。まあでもすごいですね、あそこまで人を債権者を踏み倒してでも自分のための利益を上げようとする。だからそういうのが、中国とかの人たちはそうなんでしょ。中国なんかは日本人の大和魂とかではダメだから侵略してくるかもしれない、だから、軍事力をしっかりと自衛力を高めていかなきゃいけないっていう、そういう意味でこの身近なところで日本人でもこんな人がいるんですよ。で僕もまさかとは、もうまさに、まあさすがに、ね、池上彰さんと仲良くしてたけどメールまで見ましたから、だからその池上彰さんもっていうか、まあ、言い訳しかならないでしょうけども、じゃあこの件に関して池上彰さんなんかも本来述べるべきでしょう。少なくとも僕に対しての、まあ、いわゆる池上彰の娘ってポスターまでやらせることすら認めてるわけなんですよね。彼自身は何も言わないけどもね。だから本当に危険な人たちであって、まあ、それを僕は黒川に関しては昨年の3月の時に見抜いた。こいつ本当やばいな、一生懸命ね、コールセンターの人たちが電話対応、もちろんコールセンターだけじゃなくて
いろんな人がボランティアでやってくれてるのに、そんなの知るかいと。はっきりと言いましたからね、あいつ。で、僕に向かって家族だ、家族だって言うから、お前見たら変な家族いらんぞと。で、約30万円にするのか、幹事長を辞めるのか、どっちかにしろと。本当に党のためにやっていくんだったら、この状態で130万、これおかしいだろうと。両方だ、両方だというわけですよね。で、あいつの背後にいる、あれ、なんていう国会議員、元国会議員だったかな、山村ちゃんだったかな、まあ、ここを耐えてみたいな、まあ、いわゆる乗っ取れというような文明が出てきたんで、その山村に電話させて、まあ、ええ返せよと。っていう話もして、それもめちゃくちゃ怒鳴りましたよ、9時間の時は。これは来るか、言って。まあ、それこそ、やからのように怒鳴りましたよ。まあまあ録音してないからですけど、それはあの佐藤さんに聞いてもらったら分かります。僕はもう黒川に対してめちゃくちゃ言いましたからね。お前乗っ取る気なんか黒川って。ほんでもう大津さんほんなついていくのかみたいな感じでね、おろしをこれ誰やねん、これ誰やねん、山村連れてこい黒川って今すぐ出ませんって、まあ、それはそれをやりましたよ。だからそれを見てて大津さんがまさか黒川についていくとは思わなかったけども、まあもう黒川と完全に近いでしょうね。同じようにあの人のお金を自分のために自分のものにするっていう、そういう考えの人なので、だから我々が思う以上に悪質なんで、これ本当に破産申し立てが通ってボロが出てくるっていうのがもうすぐなんじゃないかなと。あと、まあ、麹町警察の刑事さんとか顔を見てて、あ、分かってます分かってますって感じでしたよ。もうそのこといちいち言わなくても、まあ、おそらくも取り調べを受けてると思います、さすがに。まあ、少なくとも僕はもう黒川に対して、もちろん杉田に対しても刑事告訴を出して、それを従前申し上げている通り受理されていますので、僕とあいつらがもうないっていうのは警察は調べて分かってるんでしょうけども、じゃあ大津彩香と黒川の関係や杉田との関係っていうのは、あのそのステルスであいつらやってるかもしれませんね。あの一応辞めたって言いながら大津が杉田に対して何か資金援助してる可能性だって否定できませんから、それはまさに警察が今調べているという感じですね。まあ、そんな中でだから財産ね、あの破棄罪とかについても調べてくれているのではないかなって期待はしています。あのタイミングとしては素晴らしかったと思うんですよ。やっぱりこの破産事件において、あの詐欺破産罪で法定刑10年なので、あのとても重いと、通常 の, あの詐欺罪とかと一緒なんで、これに対してその特別捜査本部が立ち上がっている中で、債権者委員会が事実を調査解明して、これはダメだと、俺たちは許さんっていう意思表示をするのは非常に大切なことだと思うんですよね。でそれで、もう捜査本部からしたら彼らの関係性っていうのは大体あの整っていると見えてると思うので、そこに我々の方が被害者としてちゃんと意思を伝えていくっていうのはあの非常に大切なことだろうなと思います。すみません、よろしく、はい、ありがとうございます。なんかそうそう、ヒロイさんも訴えてるからね。受理されてる。この今話題に上がっている話題のキーワードというのは刑事的な罪に関することだと思うんですけれども、このポイントは債権者委員会として、相手側にですね、みんなで作る動画に追及していく、この後押しなど、債権者委員会を設立して相手方を刑事的に追及し追い込んでいくという、その役割としてあのやっぱり強力なものになりうるんですが、この債権者に対して告訴じゃなくて、そのと告発できますよ、まあ、告発、まあ、告訴どうなるかあれですけど、基本的には債権者が被害者ではあるので告訴権者としていいと思います。まあ、いわゆる告訴というのは被害者が出すの、告発は国民が出せ、まあ、出せるって違いがあるんですけど、まあ、いわゆる財産を破棄され、みんなで作る党の財産が減ったことに対して直接的な被害者っていうことで考えれば、告訴状でいいと思いますね。それは関西人の方に、促す形で行われるんですか。いやいや、関西人ではなく普通にあの警察あるいは検察です。そこは関西人があの介入しないとできないことではない。債権者それぞれの独自の権利、逆に言えば皆さん一人一人が告訴権者に。あれですよね、だから
第1回債権者集会にはそのどういうお金が入ってきて現在どうそれが使われてどれだけ残ってるっていうのは開示されるんですよ。それをあの黙ってればあのかなり抽象的な報告になるんですよ。債権者集会って犯罪人が、まあ、業務で報告しますと、で管理できたお金は大体いくらで何ですって言って、中身が詳細あのするかって言ったらそこは犯罪人の裁量なので、あのかなり抽象的に報告される可能性があったので、そこを我々はしっかりとあの一つ一つのことを確認したいと。これはもう債権者委員会が立ち上がった立ち上げる大きな目的の一つです。それらの積み重ね、まあ、一つ一つのカードを積み集めるかのように、まあ、相手方の刑事的な罪をこう一つ一つ確定させていくといいますか、まあね、その取り組みの先にはですね、代表権を取り戻すという方、その可能性を高めるような流れを作っていけると思うんですか。そうですね、あの、まあ、この先ちょっとまだどうなるかわからないし、あの現時点で彼らがその犯罪を犯したと断言するものでも当然ないんですけれども、やはりこの破産手続き進めていく中で、例えば証言を拒否することっていうのはまたそれは一つ、犯罪人に証言拒否したりとか調査・情報を出さないということも犯罪ですし、この破産手続きをやることによって生まれてくるその犯罪行為っていうのがありうるんですよね。だからそういう意味ではこの破産手続きをそもそも申し立てたこと、でまたその被害者である破産債権者がそういう意思を捜査機関に伝えていくことっていうのは非常に重要だと思います。民事的な代表権争いの一審ですよね、その判決に影響する可能性というのはあるんですか。まあ、ちょっと裁判官のその心証にどこまで影響するかは私は分からないんですけれども、まあ、ただ裁判長も人ですからね、ニュースも当然翼の塔のことだって見てるわけですから、じゃあ今回の一連の騒動が裁判所が何かこう心証的に考え直す機会になるかというのはなるんだと思います。ちょっとだからあの少なくても代表権が渡った昨年の3月の8日以降 の出入りについてはですね、もし犯罪人が出してこないとなれば、これはあのもう犯罪人に対しての何か懲戒請求とか何かやらなきゃいけないと思います。あのでデータをもらってないと言ってますけども、データはもうちゃんと渡してあるので、このデータを渡さなかった理由については、いわゆる会計事務所が昨年の4月以降の報酬をもらえていなかったために、会計事務所の切り札として私じゃなくて会計事務所からもらってくれと、まあ、つまり彼らは、4月以降会計事務所は業務をして3月以前のデータを作ってるわけだから、もう4月以降の報酬をもらってないから会計事務所と交渉してくれということを犯罪人には強く言っていたんです。ただ一方でその時には、従業員の綾原さんの給料なんかもまだどうするかわからないと言っていたので、だからちょっとそれあまりにもひどいでしょということで会計データは渡さなかったんですが、まあ綾原さんに対して、お給料の支払いをするということをあの犯罪人、これ犯罪人が表明したということなので、であればもうあのこれ以上こちらとして抵抗する、まあ少なくとも従業員に対する給料を出すっていう話になった以上は固くなりデータを開示しないというのも逆に申告を遅れるので、それをもうあるさもう2週間の前に渡しておいてんねや、渡してますので大津川から出ている情報というのは最新のものではありません。なぜ渡さなかったのかについては従業員の給料を払ってほしかったからというところでありますと。だから3月の8日以降にですね、あとあの一人放送局からは確実に2000万円を3月の14日に貸し付けています。3月の8日の時点で当のお金が枯渇したので、返金要求があったために会社のお金2000万円を当に貸し付けています。これについては、明確に覚えているのは電話コラボ中の会社から2000万いくからということを言っていると、彼女はもうそれ多分アホやから覚えてないのかその程度ですけども、少なくとも大津彩香が代表者になった後に会社から2000万円の支払いがありますと。でさらに4月5月6月までの従業員支払いとか、あと例の請求書受け取る代行サービスの司法書士事務所への支払いとかを会社の方がやっていたと。
それが2000万円プラス約5000万円ほどになっているので、今会社としても7000万円ぐらい債権者としては届け出は出しているということなので、例の8000万円がちょっとなんか嘘じゃないかみたいなことについても全くそういったことではないというところであります。だからその辺も含めて出してきてくれないとこっちは困るわけですよ。僕はもう当然こうやって皆さんにこうバカで説明するの邪魔くさいからの発生は説明しないです。あの川上みたいなバカで説明してもね。でもこれを出してきてさえくれれば、てか出してこなければさすがにもうこれはさすがに法的な救済を受けれますよね。去年の3月以降ので、まあ、少なくとも政党助成金が3億3000万円ぐらい入ってきてるわけですから、これが、残っていないということは考えられづらいんですよ。去年のそのもう3月の末の段階から止まってるわけですからね。ただ、想定されるのは10月ぐらいに彼向こう側が資金を手にした、それが少なくとも斉藤忠之氏にも払われていることからしても、そこから向こうの動きが活発になっているから弁護士などに支払われているっていう、まあ、食べた弁護士に支払われていて、で大津の作っているあの資金管理団体、ここにお金を払うためにトヨタがおそらく幹事に就任することによって、代表者同士の利益相反を避けるためにトヨタが幹事になった、まあまあもう普通にそうやってあいつが、まあ、トヨタが幹事になったってのはそういうことだというのが明確に分かると思います。あの 推測できると思います。だから僕が大津を追いかけたらトヨタがすぐに会えてるわけのわからん文章送ってくるじゃないですか。まあそこだから一連卓上のような状態になっていて、トヨタはあのおそらくもう弁護士報酬だけもらえばうまくフェードアウトしようと思ったのが、まさかの破産申し立てが通過している中で相当焦っていると思いますね。その辺が4月の債権者集会で明細が明らかにならなければ犯罪に対して何らかのこちらは動きをするのに、この今回の今日開いている、債権者委員会というのが有効に機能するのではないかということです。その後まず開示されなければ開示しろという圧力をかけるでしょうし、開示されれば今度は中身を精査してその中身について、刑事民事で見つければ、まあ、債権者委員会として告訴あるいは告発、先ほどおっしゃってた個人、大津個人やトヨタ個人に対する損害賠償の請求という順番になろうかと思います。あの犯罪人がこちらの求めに応じない、債権者委員会ができた前提ですけど、債権者委員会があの報告してほしいということをしてこないということはあまり想定はない。まあそうですね、犯罪に隠すメリットがないので。そうですね、はい、犯罪人はあくまでも皆さんの総債権者の代理人という立場なので、あのそういう意味では、まあ、そこを抵抗するということはまずないとは思います、うん、だから3億3000万円がどこの口座に入って、少なくともそれが現状どうなっているのか、いわゆる使われていると思うんですよ。それが可能性があるのはまずはトヨタ弁護士に対する弁護士料と資金管理団体に対する寄付っていうのが十分予想されるとか、まあ、その可能性は極めて高いんだろう。だからその資金管理団体にお金が渡っていることが、彼らが今未だにお金を持ってるっていうことなんですね。で向こうの彼らのその主張とすれば、いよいよもう国政政党は自由にお金を使えるんだから、別の政治団体に寄付することに関しては何の理由も必要ないっていうことで、おそらく1億6000万円はそっちに移してるんだと。ここについてそれが財産破棄になるのかどうかっていうところの争点になって、まあ、そこら辺が争点になってきて、まあ、ここの資金管理団体もしお金が行ってた場合にはここに対して返還請求とかができるのかっていうのが民事的なことになってくるんでしょうけども、まさにその辺が政党のお金は、まあ、司法判断をしないみたいなところがあるので、おそらくその大津側はこんなの自由に使っていいんだっていうように主張してくるんだろうな。だから第1回債権者集会の後は、の後はそこら辺が争点になってくると今のところ推測されるという感じになってますよね、はい。あの
まあ、先ほど その権利があるとかっていう話もそうなんですけど、あの憲法上の権利があるのってそれは当たり前なんですよ。表現の自由がある、そんなのは当たり前だけど、ただそれが個人のプライバシーに関わる問題を故意に虚偽の情報を出したりとかするから名誉毀損が成立するわけじゃないですか。そもそも国民である人、権利と権利がぶつかることを前提に憲法っていうのは組まれている。だから公共の福祉だなんだかんだってあるわけですね。で、今回は彼らはどんなに政治活動の自由があるといったところで、皆さんの政党に対して弁済を受ける正当な権利、財産権っていうのは強く保障されなきゃいけないわけですよ。で、そういうことを不当に算出させて債権者を阻害しちゃいけないんですよってことは破産法に書かれてるわけですよ。じゃあその政治活動を尊重するために債権者の権利害することが許されるのか、許されるわけがないんですよね。今回黒川たちが逮捕されたように、やはりその対立する利益でどっちが優先されるべき利益なのかと考えれば、当然皆さんの債権であることは間違いないので、まあそういう言い訳したいんだったらすればいいでしょうけれども、まあ、それはあのおそらく検察には通じない理屈だとは思います。他何かご質問はありますでしょうか。もうそうです、あと10分ぐらいでちょっとあの時間の都合で終わらせていただくんで、すいません。債権者委員会として、直接大津さんと質問、大津さんに質問を取り寄せられるでしょうか。その場があればもちろんしますし、7月16日に債権者委員会の方でこのことをあの質問したいということは事前に投げかけようとは思ってるんですね、順調にいけば。ただ僕はもしかしたら奥さんはその集会すら欠席するんじゃないかなとは思っているので、債権者委員会としては絶対に大津さんを、まあ、豊田さんは出てくるでしょうから、大津彩香は絶対に出席させろと、場合によっちゃ一致の方法だってありますよねぐらいは言うべきかなと思います。質問の内容とか事前に募集とかしますか。まあ、それをやって集約するのがとても手間になるんであれば、委員会の方で ある程度もう決めさせていただく可能性もあります。わかりました。あ、すいません、2つ質問させてください。で、すいません、非常に難しいんで、私検討の外れた可能性があるので、そうなったらすいません、ちょっと個人的に疑問で多くとかで質問させてください。まずあの、最初の方に農家さんがこの債権者会議の時は一定の保護を開始できるというのが、その意味合いですが、昨年 その政党交付金が 3.3 億で入ってきていて、でそのうちの 1.7 億円は完全に保護を確保できている。で残りの 1.6 億円が不明で、それが、まあ、使われている可能性があるんじゃないか。でその、まあ、1.6 億円を回収できるかどうか、そういう意味合いでよろしいでしょうか。はい、わかりました。あと2つ目ですけども、まあ、今民主党に対してその破産の開始申し立てをしてて、でなおかつ債権委員会というのを立ち上げて、で、まあ、要するに破産を確定っていうんでしょうか、ちょっと言葉よく分かりませんけど、破産させるように進んでいると思うんですけども、でその破産が確定すれば、いわゆる配当、まあ、債権者にお金がこう配られるという形になると思うんですが、でその、まあ、現実がお金の話として、先ほど 1.7 億がまず確定されているから、それプラス不明だった 1.6 億だ、合計 3.3 億が、まあ、現実的にこの配当によって配られる最高の額かな、まあ、先ほど損害賠償とかもできないかなというの、まあ、それちょっと無視すると、配当では最高で 3.3 億になるのかなというふうに一番理解したんですが、そういうことでよろしいでしょうか。はい、そうです。あの従業員の賃金払ったりとか関西的な報酬がおそらく1000万2000万とかあると思うので、なんで、まあ、多数 その3000万ぐらいは経費で消えると、それは当然引かれる、はい、うまくいけば
ントさせていただきます。本日はどうも皆様お忙しい中ありがとうございました。今後ともまた同意書が集まり次第適宜ご報告させていただきますので、また皆さんのご協力いただくこともあろうかと思いますので、どうぞ債権者委員会を温かく見守っていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ああ充電器ありがとう。はい、建物手を出して。あ、まだ使えます。ちょっと35%しかなくして、あの後で郵送でいただいても結構ですし、今日はかける方は書いて出していただけると。これ契約書書いた方がいい？はい。書いた方がいいの契約書。いや書けばいいんじゃないですか。小船場は。僕家に帰って考えます。はい。ゆっくり考える。ゆっくり考える。保留ってこと。これなんかバグっちゃったらお絵かきマジで運営さん重たいんだけど、これお絵かきツール重たくて固まっちゃったんだけどさ、終わるか俺。明日大阪があるから、明日僕大阪行きます、朝から。いやつうか大田さんがね債権者集会開いてくれないんですよ。開くって言って、そうだよね、あの人開くって言ったよな大田さん。はい、大津さん債権者集会開くって言ってたさ。あ、まあ、言ってたと思います。ずっとシカトされてて、で今回こういうのがねあったんですよ。本当多くの債権者がね今日来てます。これ消えねえのこれ、お絵かきツールのこの邪魔なやつ、これ消えないよ。あら、バグっちゃったよこれ。消えやん、消えない。まあいいや、バーカっていう文字が消えと思ってるからすげえ腹立たしいよ。お絵かけツール消えないです。運営がね、忙しいかな千葉さん。あ、そうだ、頑張ってんだ。俺も債権者だ一応。怖い。グランって何か考えてるかって聞いてほしいって言われて、何のとこなんかさっきほどいた淡路島で撃ったグラン、それやめたらもう撃ってしまった土地。あ、撃ったんですか。撃った、あ、撃っちゃったんですかね。うん、え、大変だったな。いや大変っていうか、もうだって事業できへんやつ。マジですね。じゃあ大津さんがなんか債権者集会開くって言って全く開いてくれなくて、僕ら行ったんですけど追い返されちゃったんですけど。本当どこに行ったの。いや、そのなんか集まりに行ったよ。え、いつどこに行ったの。記者会見。ああ、はいはいはい、まあまあ、だからそうやってね、排除することは一応向こうの権利やからね。でも例えば向こうがお金をさっきみたいにロンダリングしてどっかの党に寄付するじゃないですか、その時に僕らってそれ取り返すためにできるんですか。それとも取り返せなくなりません、大津さんの名義。取り返せなくなるよ。え、取り返せなくなる。受け取った人間も上司でやってれば、はいはい、場合によっては犯罪になる。あ、犯罪行為なんですね。分かってれば。分かった上でやってたら。ただ、まあ、微妙なの、重罪ビルとかは分かってないと思うから、重罪ビルは突き飛ばれないと思うけど、例えば豊田先生なんかは分かってない、はい、そうですね、明らかにそうじゃないですか。まあ、帰ってくるかどうかについては、原資がなければ帰ってこないんで。なるほど。本当に大津愛がね、一人勝ちみたいな部分になって、ちょっと悔しいですよ、私。サスケ売るなんて言えるわけねえだろうな、さすがに。さすがにそれ言ったら怒られちゃう。じゃあ、ちょっとこれ、行きますか。いやあ、ご飯行きましょう、ご飯。ご飯？え、食べないの？参議院会館でご飯食う。なんかどこでもご飯を。ちょっとラジオモードにします。あ、
大間はだね。いや立花さんはねもう目が真っ赤になってた。多分寝てないんだと思う。立花さん多分寝てないわね。目真っ赤になってたもん今見たら。寝不足っていうかもう淡路島の土地を売らざるを得ないぐらいもう切羽詰まってんだなと思ってさ。なんか、だとさなんかもうびっくりしたんだけど立花さんから LINE が来てて何かなと思ったら1日 3.3 万円で立花さんに焼肉をおごってトークができるのをなんか買いませんかって営業が来てたわ、うん、今のところ何も買えさんかったけどなんか立花さんに焼肉をおごってで10人まで参加していいんだけどで焼肉屋さんに立花さんの分別で 3.3 万円でなんか焼肉をおごってでそれ食べませんかって来てた。いやほんとガチガチ見せてもいいけどそれも立花さん YouTube やってるじゃん、なんかレンタルおじさんみたいな感じでさなんか焼肉一緒に食べたら3万円みたいな 3.3 万円ほんでただし立花さん の食べ食いする分は別でっていうことでいただきこじって言うないただきダンスって言うでももう6月分埋まったらしいよ6月18日分まで埋まったらしいからお疲れ様でした。いやでも今回債権者集会見てもねちょっと驚いたのはもう9割方回収なのかもう1割 15% か 30% ぐらいしか回収の見込みがちょっと立たないっていうのに聞いて債権者怒ってたね。怒ってたわ。いやー参りましたよこれは。わからん。いや俺はまだちょっと別かも。従業員だ。ポンちゃん行方不明らしいね。なんかポンちゃんがもうずっと配信もせずにツイッターも更新せずに X もなんかずっと行方が分かんなくなってるらしいわ、大阪ももちろんもうないですね、ただもう俺は彼のにはもう がっかりしてるし今の時点で信用がない。全く信用してないから、なんかさ自分のことしか考えてない人ってさああやって周りが、ね、もう動いてることとか迷惑、ね、仕事とかなんだろうがさ関係ないって感じじゃない。で人のせいにするしもうそれで俺はねちょっとね自分のこと中心でやってんなと思ったわ。今これ東京裁判所ですね。東京地方裁判所でなんか日本の旗持った人たちがなんか大音量でなんか流してます。何やったんだかわからんけど政治家たちの世界から身を引いていただきたい。国民の願いや希望を無視する政治家など私たちは望んでいません。今回の抗議活動はこれまで政治家たちが無視し続けてきた国民の怒りの表れであり国民の願いや希望に沿った政治を取り戻すことを政治家たちに示すための活動であり、このような政治家への投票を促す活動でもあります。私たちがこの活動で政治家そして政治関係者の皆様に望むことは皇室典範改正に向けた真摯な議論です。具体的には1女性皇族に皇位継承権を与え皇位継承議論を正面から行うこと、2憲法違反である旧二役の皇籍復帰案を廃案とする、3皇族方に負担をかけている多すぎる不要なご公務の廃止、4秋篠宮家の批判を一般でもある皇室に関わる名前が久保田なんとかってやめてくれ。俺別にどなんかね愛子様の天皇っていうのが分からんけど、よっさんみたいによっさんは愛子様の悪口言って
ふわっち1ヶ月半食らった、うん、でツイキャスでかそりながら頑張ってゲームやってた。さすがにね、そのもう今誹謗中傷にクソうるさくなったじゃん、ネット関係が。乙武さんに対してね、不倫性欲だるま野郎という発言を予算が言ったところですね、さすがにね、ふわっち運営も黙っちゃいなかったね。珍しく予算を1ヶ月半という処置にしたわ。あいつの言うことってもう悪口だもん、もう誹謗中傷レベルだよ完全に。なんかさ、奥さんに何つってたかな、予算が言った発言ね、奥さんにを浮気して不倫するやつが政治家になったところで約束なんか守るわけねえだろうとか、なんかひでえこと言ってたんだよ。俺は別にそれに賛同してないけどさ、あいつ凄まじいエッジの効いた悪口言うからね、もうもうね狂気だよあいつはね。足がダメだよね、足がダメだけど狂気を放つから、口から、恐ろしいぐらいの、うん、その男が明日やってきます。はい、その男も明日大阪にね、参上するそうだ。森はね、もう北斗の拳でいう片足を失った男ファルコですよ、うん、金色の帝王ファルコになってですね、今この乱世のね時代を戦っております。少々お待ちください、恐れます。あ、俺に言ってんだ、恐れます、少々お待ちください、出しますね。あ、これね、政治家の衆議院会館です。どうぞ。衆議院会館前でですね、みんな金持ちだよな。はい、これで本当政治家たちってさ、なんであんなに給料いいんだろうな。これ議員会館だね、政治家たちの。こんなにもういるか本当に、ね、俺らの税金でこんなでっかい建物作っちゃってさ、な、俺たちの税金で運営されてんだよこういう警備員とか。しかも中には食堂だとか床屋さんだとかクリーニング屋さんだとかマッサージ屋さんがあるんだぜ地下に。びっくりするよ多分みんなね、なんでこんなもん必要なんだっていうのがある。いらねえじゃんドミノ、マッサージ屋さんとか床屋さんとか歯医者さんとか写真屋さんとかお花屋さんとかな。しかもかそっててさ、全く客がいねえのにそんなの作りやがってよ。誰が運営してんだ、どう見ても大赤字なのにそんなの作りやがって。いや、いらねえだろどう見てもそんなもん。マッサージ屋さんがなんでいるんだよ本当に。マッサージ屋さんがあるんだよ、だって会館の地下に寝るところとかさ。昔はスポーツジムもあったらしいけどさ、本当ね、お金の使われ方がいい加減なんだよ全てにおいて。ここどこだっけ、これ誰かの家ではなかったっけ、ここ警察がいっぱい立ってるけど、ここ、あ、思い出した、ここ俺一回止められたわ、あいつの家だ、岸田総理の家だわ、うん、そう、ここ岸田の家で、警察が守ってるんだ。これも税金です、ね、こんなことせんでもええのね。ほら、総理大臣の官邸って書いてある、総理大臣の家、ここにもね、総理大臣が税金使って住んでます。全部僕らの大事な大事なね税金。こんなにいっぱい警察車両、いや前行ったら捕まったの、捕まったとか怒られたんだよ、なんか用ですかって言って、要件なかったらちょっと行ってくださいって言われた。見てよこのガードっぷりな、どんだけ金かけてんの、こんなところに警察車両来てさ、寝泊まりしてずっとこの人たち立ってんのよ、蚊に刺されながら。本当にかわいそう、暇で。だってこんなになくてもさ、防犯カメラやっときゃいいじゃん、蚊に刺されてかわいそうな。誰が襲ってくんだよこんなでっかいさ、巨人でもさくぐれないようなさ壁作っちゃって中も見せず、これが透明性がないな。透明性見せるならずっとここの、ね、壁取っ払ってさ、ベルリンの壁みたいなのを作りやがって、いつの時代だよそんな総理大臣を襲うなんて。そのさ、昭和初期とかさ大正時代だったらまだわかるけど、ルルオニケンシンがいた頃は、今そんなやついねえじゃんね。こんなでっかい家住みやがって。
すみません、駅、あっちって駅、なんかあれ、駅ありましたっけ。駅は溜池山王が行ったので。ああ、ありがとうございます。いや、いや、ここもうほんとね、こんなでかい総理大臣が住んでたね。なじゃあ安倍総理はしょうがない、あれはね、事故だから。あれはかわいそうだったよ、安倍晋三さんがさ、演説中になんかその鉄砲で撃たれてやられちゃったけどさ、あれは本当かわいそうだったけど、いやあれは暗殺だよ、本当に暗殺って。もう本当ああいうのはね、あれはボディーガードがでもねちゃんとしてなかったんでしょうね。安倍さんはやられちゃったけど、ね、まあ、確かにね、でも元総理だよ今のさ総理大臣って。岸田でしょ、第100代目総理大臣。役立ってる、ね、役に立ってますよ、みんなの。俺たちのためにいるから役に立ってるんでしょ。だって国民のための総理大臣。俺だったらもうすぐにもう刑法直すけどね、すぐに少年法を撤廃して、で死刑囚を3ヶ月以内に死刑にするとか、税金を徹底的に省くよ。あとこういう建物も全部売っちゃう、全部これね、もう総理大臣官邸なんていらないって言って全部壊しちゃうよ、こんなか、うん、これ全部透明にする。こんなでっかいさ刑務所みたいなところに住みやがってさ、ほんで警察官も全部守らなくていいよって言ってね、暗殺されたら俺の人気がなかっただけだから、自業自得だからって言って、ボディーガードもつけないよ。で海外視察も行かない、海外視察も金の無駄だから行かずに、全部インターネットでスカイプで喋るから、向こうのフランスのね、シラク大統領とかサッチャー首相とかね、そこら辺の連中と。だってそうすれば旅費が浮くじゃん。だって総理大臣が一人行くだけでボディーガードとかさ、いらん連中が通訳とか200万円ぐらいかかるんだろ、あいつらに。俺だったら経費全部削減する、いらないもの。そのくせさ、お金がないよないよって騒いでるけど、お前らの経費をやめりゃいいだけなんだよ。ほんでスーツ禁止にしてもうさ、 T シャツでいいじゃん、好きな格好で。 なんでスーツ着なきゃいけない、暑い日にさ。随役サミットの方がマシ。いや随役サミットレベルでいいと思う。だってさ、なんで国会議員じゃなきゃ話しちゃダメなの。そこに一般人入れればいいじゃん、普通のさ民間人をね、全部ルールって決めてさ、世の中からロリコンをね抹殺する。世の中からね、ロリータ、特にね、犯罪めいたやつら。俺ガレソさんの記事で見たけど、幼稚園のなんか先生が6回逮捕されたらしいね。しかもさ、園児をさ強姦したか知らんけど、気持ち悪いじゃんあいつら、マジで。な、本当に なんでああいう連中がさまた幼稚園の先生できるんだよ、その犯罪者、性犯罪者だから。で性犯罪を犯したやつはネットから排除ね。一回でも未成年ポルノとかね、未成年に手出したやつは犯罪者としてもうネットから未来永劫追放すること、それがネットからの。これは手に出してません。あともうビニール袋復活させる。コンビニエンスストアでビニール袋5円とか3円とかいったセクシー大臣がいたじゃん。あんまりセクシー大臣ね、名前言わんけど無能大臣。あいつをね、あいつがいたもうビニール袋をまたね無料で配布できるようにするわ、くだらない。で割り箸とかも無料で配る。誰か捕まった。ここもうすぐ捕まるからね。ここ一発で捕まるの。一番警備が厳しくて即刻捕まるルート。なんでかって国会議事堂があるから。怪しい車がいると警察が追っかけてとっ捕まえに来るんだ、あそこで今捕まっちゃったけどさ、まあ、あんま映さないけどかわいそうだから。いや警察だらけだよこれ、中田町周辺は。いや、行かない。だってかわいそうじゃん。あと、もう本当今厳しいからね。今は。ネットも乱世ですよ。何かにつけてさ、ね、窮屈な世界になったよな。喋り一つにしろ。
窮屈ですよ、配信者はみんな引退する。びっくりしちゃったけど、細中たち若手軍団みんな引退したんだって。ニニマルさんっていう人とか、カズキだとか、小船場健人もみんな職がバレと本名バレさせて引退します。受賞さんもなぜかお金が集まったからわからんけど引退、 6月で栗賞もらったら全部引退しますって言って、みんな引退した。でも俺が言う、ね、横山さんから言わせてもらうと、お前らそんな覚悟で配信やってたのって。配信者のほとんどなんかもう本名バレとるわな。赤間蘭とかさ、ね、いろいろな本名バレてんじゃん、ね、俺だって久保真田っていう名前でバレてるしな。本名ね、市川貴博とかとかさ、橋本宗博だとかさ、みんなバレとるやん、ね、村上真子さんだとかさ、いろんな名前が、国場雄太さんもそうだけど、大体バレて、ね、この世の中生き抜いてきたんだよ。加藤純一とか森吉幸とか、なあ、そんなね、本名がバレたごときでビビってさ、なあ、この世界をね、やめるっつうんだから最初からこの地獄に足踏み入れちゃダメ。もうちょっとあとね、もうビビればビビるだけまたやられちゃうから、堂々と、いや、それがどうしたのって、いや、だから何って、なんでさ、みんなさ、ネットやってること隠すの。俺なんか全部親にバレてるよ、うん、平気でさ、やっときゃいいじゃん、堂々としてさ、やめんでいいから、引退する理由にならん、そんなの、うん、迷惑系を追い出してニコージも、あのさ、ニコ生を今支えてるのってニコージだよ、基本的にはね。オジっていう言い方もムカつくけどね、オジって死に点々役で、オに立ちつせとの地に点々でオジっていうらしいよ、うん、女配信者たちがね、おじって言ってなんか頂き女子みたいになっちゃってさ、そいつらのギフト目当てでやってるんだね、ニコおじって。いや、新人はもう頑張ってほしい。で、引退戦でいいよな、引退戦でいいから、うん、頑張ってくださいよ。ああ、でもちょっと債権者集会厳しそうだね。立花さんもなんか疲弊してた顔が、ずっと夜中はさ、なんか銀座のバーで朝4時まで飲んで、でその後がね、あの会社じゃなくて参議院会館に来て、ほんで夜は焼肉食べて、深夜はね、その銀座のバーでさあやって、もう死んじゃうよあれじゃ。立花さん死んじゃいますよ、体ぶっ壊して。 NHK ぶっ壊す前に自分の体ぶっ壊すじゃん、あんなも焼肉三昧してた ら毎日焼肉が入ってんだって。焼肉焼肉焼肉食って夜はお酒飲んでたら倒れちゃうよ。55歳かな、55歳。立花さんももうさ、若くないんだから、心配に決まってんだろ。いや、お金はだからそれで今お金集め、だって自分の土地売ったってさ、ね、本当はさ、俺らのためにさ、従業員のためにそのね、淡路島でドッグランやって、そこで従業員を働かせるという計画も全部お釈迦ですよ。お釈迦ですよ、全てが。いや、俺はね、恩義があるから、俺恩義あるから。どういう政党、いやもう、分かんねえよ、もうみんなね、もう立場さんも困ってるし、今日の来たトヨタ弁護士も困ってる。全然悪意ないからね、あの二人は。むしろ債権者のために最近は集会開いてくれてる側だから。逆に大津さんが開いてくれねえんだよ。なんで大津さん開かないんだと思うの俺。多分ね、つつかれるからだと思うけど、開けよと思うじゃん。久保田はそのドッグランで犬やるの、やるわけねえだろ。なんで俺がドッグランでワンワンって言いながらさ、目の前の骨をさ追っかけるさ、バカなことやるんだよ、ね、俺全然犬好きだからドッグランでもいいんだけど。なんで席譲ったの。その時は立花さん信用しちゃったんだって。うん、まあ、立花さんも自分で言ったよね、僕はね、誰でもね、受け入れてしまう悪い癖があるって。
でも大体みんな去ってった。ネルさんもそうだし、副投手もね、大橋正信さんも去ったし、まあ、夏目秋さんも去ったし、みんな去っちゃった。エビビラフさんも去っちゃったし、ゆずか姫も去っちゃったし、幹事長のね、上杉幹事長も去っちゃったし、どいつもこいつもみんなさ、ね、みんないなくなっちゃった。富尾がいるよ。富尾がまだあのチアスクラブ来てる。他のボランティアも帰ろうかな。お船場がご飯こう食いましょうって言ったけど、今俺ちょっと離れたところ間違えて違う駅来ちゃったから、もう帰る。帰って配信、明日ちょっと俺準備しなきゃいけないからさ、と大阪行く。あ、そうだ、大阪の明日大阪行く準備のとこ、あと配信してやってるんだよ。夜また見てね。迷子の下、今これどこにいるんだろう。全然わかんないわ、どこにいんだろう。これ今何駅だ。沼ップライブは14時からですね。また夜やるから配信、14時からやるんで、まあ1時間前ぐらいから多分入れるようにします。あ、ため池山王ってところだ。ため池山王というところにいます。ここから帰るわ。何線やこれ。銀座線か。めんどくせえな俺。じゃあね、ありがとうね。わーわー言うとりますがお時間です。さよなら。小陰子じゃん。全然タイプじゃないよ、イグアナみたいな。あれ、悪くそ悪くじゃないです。あ、ね、かわいいかわいいけど別にね、タイプじゃないよ。かわいい子ですよ、ね、綺麗な子だと思いますよ、はい。あの、そうだ、今後ね、あの悪口言うのやめるから。俺人の一つだけ言うね、今後もう俺はあの昔と比べてちょっと人の悪口言うのやめます。やめます。もう言いたくない。人を傷つけたり人を誹謗中傷するね、悪意のある悪口言うと良くない。俺も直すから、本当に直す。直していきます。無理せんときます。無理せんときます。本当にだからもうやめる。もう、やめるもやめるもやめなきゃダメ。自分がもう首絞めちゃう。やめます。もうじゃあね、ありがとうね。いやー、あとあの立花さんのね、とこの弁護士さんにも皆さん寄付できるらしいから、もしね応援するつもり、債権者仲介で委員会でお金がかかるね、郵便代だとか交通費だとか宿泊代だとかいろんなお金がかかるんで、もしねこれを見てる皆さんで、債権者のね寄付がしたいという人がいたら、ね、寄付してあげてくださいよ。じゃあというわけで終わりますか。じゃあ終わります。バーバー言うとりますが。